こんばんは、キスマイフット2の北山博光です。横尾渡です。藤ヶ谷太輔です。さあ今夜はキスマイフット2がこの3人でお送りしていきます。お願いします。で早速ちょっと台本に書いてあるので読ませていただきます。あったかかったり寒くなったりラジバンだりちょっと待ってください。台本に書いてあったっていうのを言わないでもらっていいですか。いやいや自分で言った体にしてもらっていいですか。いやいやこのラジバンだりは言いたかったんだけど恥ずかしい。でもそう俺が 今頃言ってるっていうのも恥ずかしいし。何年前ですか、ラジバンダリ。何だったっけ、 10年も行く、行きましたっけこれラジバンダリって。どれぐらい前だろう。誰が言ってたんだっけラジバンダリって。えなんかすごい、でもこの単語覚えてるの、うん、だって先輩とかよく使ってたよ。ダブルダッチ、ラジバンダリ、ラジバンダリ、ラジラジバンダリ、ラジバンダリ、どれだ、なんとかだったり、なんとかだったり、ラジバンダリ。寒かったり、ラジバンダリ。いや、わからない。いや、これ誰か助けて。実際の方、知ってる方。はい。なんかね、雪が積もるかもしれないでしょ。可能性があると。うん。もうほんと数センチ積もるだけで、東京の、あれが、交通機関とかがもう、ちょっと、パニックっちゃいますからね。そうだよ。しかも連休ですから。はい。だから車とか運転する方は気をつけてください。そうだね。3連休なんですよ。月曜休みか。建国記念日。土日月。うん。あんま僕はそういうのはないよね。曜日感覚ね。そうなのよ。曜日感覚全然ない。うん。月曜休みがいいな。え？いやいや仕事です。いやなんか3連休経験したことあんまなくない？土日月だって。意識したことないよね。なんなら火水木休みとかもあるじゃん、たまに。急な3連休はあるけど、前もってなんていうの、普段のこの3連休みたいなのはないよね。そうだよね。しかも最近じゃない、 やっとスケジュール2週間後ぐらいまで見えるようになった。確かにね、わかりやすくなりましたね。ジュニアの頃なんかだって前日ですからね。前日でしょ、前日オフみたいなとか、当日連絡で来てください。あったなぁ。野球大会とかね。野球大会。大阪来てくださいとか。あと、明日海外行くよ。朝6時電話かけてやった。朝6時に何時の新幹線に行ってください。え、はい、朝6時に、うん。あったよね。ジャニーさんから電話して、何時の新幹線で新横浜着くから乗って、うん、で、何号車に僕いるから。あったよね。で、乗り込んで、藤ヶ谷とか行って、そう、みんなで大阪行って野球して、野球やったね、帰ってくる。だね、なんか急遽呼び出されるのね。なんで前日に俺の名前出てないのみたいな。そう、それあるのよ。なんか忘れられてた。ごめん、ゆう忘れてた、キャッチャーだったねって。あったね、当日集合とかさ。俺なんか海とかさ、休みって言われてんのに、で、海行くわけよ、夏とか。で、こうビーチとかでさ、友達といたら、電話かかってきて、今から NHK で、ちょっとリハあるからダミーで入ってくれって言われあったよね。ダミーだよね、本人のダミーを。やりましたよね、あの振り付けの代わりをやったり。やったね。カトゥーンのだってダミーとか藤井めっちゃやってなかった。うん、やってたやってた。滝沢さんもやったしね。やってたね。あ、シューイスとアキアの時に玉森と宮田がそれぞれダミーに入って、うん、歌番組のリハであいつら二人本当に歌ってなかった一回。ああ歌ったね。青春アミーゴ。青春アミーゴ僕バック出てない。ああそうだ、これは言っちゃいけない話だ。そう、踊れないから。あの外されそうな時期のやつね。横尾さんって奇跡だよね。一回外されて戻ってくるもんね。そうだね。唯一出てなかったね。そうで、ほら代わりに出るように、ほら学校で来れない方の代わりに僕が出たりとか。そしたらだんだん出るようになったんでしょ。そうです。すごいね。それなんかもそうです。あ、草薙さんの、草薙さんの時も、韓国で CD 出してたやつだっけ？そうです。日本も出してるけど、日本と韓国か。その、韓国に行かせてもらったのも、その、出てた子が、学校のテスト期間中だから行けないって言って、代わりに行って、そこからずっと出てたりとか。でも、それが今に繋がってるわけでしょ？そうです。すごいよね。運の持ち主だ。もうずっとこう、
隠れたり出てきたりとか隠れたりっていうことで、ね、バックの時にあんまりバレないように隠れてたってこと、はい、あとは俺できるぜっていうことでやったらダミーするっていう。ダミー、先輩がいない時にあ僕やりますって必要としてもらおうという感じのね。感じ。ああ、よう手挙げてたな。ほら、先輩の声が流れてた、リハーサルの時は、うんうん。だから歌わなくていいから、その時に、でも間違えても、その代わりだから、まあ、怒られないし、で、そのまま、あ、横じゃその後、後ろで自分の位置あそこ、あそこから入ってっていう感じで、うまく出てました。リハーサル上手ね。はい、確かにうまいかもね。そうだったね。懐かしいなぁ。あ、そうそう、DTV。はい、今日からですか？昨日から今日から。今日のお昼からじゃないですか。はい、今日だね、うん。今日のお昼から。みんな見てくれたのかな、これ。どうなんだろうか。今日ファーストデートですか。うん、ちょっと一緒に見てたね。見てましたね、最近。本当に。面白い。面白かった？あのね、本当になんだろう。最近さ、自分たちのオンエア見ると笑っちゃうんだよね。なんですか、あの、Kis-My-Foot2 のリアクションが面白い。罰ゲームの。罰ゲームあったりね。千賀さんとかもすごいね。あと何ですか、あの見たことない表情を見れるっていうか、メンバーそういうのあるかもね、うん、それが面白いですね。あのネットでのバラエティっていうのはさ、はい、俺らジョニーズ初なんだからですかね。まあウエストとかやってそうですけど、あれはなんかドラマとかってっ、あ、そうかそうか、うん。さあ本日のショーが DV 配信が始まったという方でございます、ね、はい、キスドキ、キスドキだって訳して、キスドキ、一応何よ、キスドキファーストデートってことですかね。そう、キスマイドキドキンの多分訳して、ああ、なるほどね、なるほどね。そっちのファーストデートの方じゃないですよ、すいません、番組タイトルを略して訳してたんです、すいません本当に。もう金子さんオールバックしてる場合じゃないですよ、本当に。帽子かぶってたんで。帽子かぶってたんで。髪切ったんですか？横で髪切りました。切りました。帽子かぶってたんで。あの、ラジオでオールバックやめてほしいわ。伝わんないですね。横にオールバックちょっとしんどいわ。後で写真撮って、ね。やるよ。で、乗っけて。オッケーオッケー。俺に、うん。オールバックで黒縁の眼鏡ですからね。いいじゃない。うん。キスドキですって。訳して。うん。そうだね。ドキドキだからね。いや、いろいろもう撮ってるんですけども、まあ、メモレンジャーという企画。覚えていくやつですね。覚えていく機会があったりとか、うん、ね、ファーストデート、子供たちのデートを、うん、あの初めてのお使い風に追っかけていくやつでしょ。はい。うん、とか、あとは、ピュア裁判。すごいよ、ピュア裁判。これ横尾さんじゃん。子供たちの本音。うん、あの言葉が正しいよ。負けるかもね。それは、うん、大人がどんなに説明しても言い訳にしか聞こえない。またそれぐらいピュアな、ことを子供たちが純粋に言ってくるってこと、はい、これって具体的にはどういう感じなんですか？例えば見てない方とかもさ、例えば僕が、うん、キュウリが食べれません、うん、だから食事にキュウリは絶対出さないみたいな、そのお母さん目線でね、うんうんうん、お母さん嫌いだから、うんうん、その時に子供は食べたい、どうしたらうちのお母さん出してくれますか、でお母さんの言い訳を聞くの、それに子供たちがその論破してくる。へえ、子供ピュアに論破してくるんだ。へえ、それはいけません、僕たち子供たちのためにこういうの食べさせた方がいいんじゃないですか、お母さんの好き嫌いで僕たち食べれないのはおかしいですマジで言うんだね、うん、そういうのを警察官が検察官側と弁護士側で分かれ て戦う、ね、弁護したりとか、へえ、面白そう。へえ、そんなの。僕裁判長だから、それを見てるだけだよ。あ、そうなんだ。その時、ニカと玉森やったんだけど、大変。まあ、そうだよね。内側に行くと大変なんだ。大変。見てみたいな。そのまま見てないから。あと、クイズ子供ネア。どういうことこれは。まあ、ミリオネア風に、うん、なるほど、ね。まあ、モノマネしてんでしょ？モノマネというか、まあ、ズラかぶって。うん、メイクもちゃんと。ミノさんのメイクして、僕が、ファイナルアンサーって聞いてる。ああ、なるほど、なるほど。クイズをするってことだよね。そう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 。次は？で、ジョブマイフット2。これね、僕やらせていただきましたけど、うん、まあジョブだからやっぱ仕事。仕事。ね、職業体験を子供たちと一緒にやるっていう。あ、その子供がやってみたいとか。やってみたい。いらないお仕事を。とか、そうだね、興味があることとか、うん、で本人に伝えずに行くから。そうそうそう。だから今日。アポなしと。うん。アポなしっていうか。
あの、子供には言わない。言わない。例えば、今日こういう仕事だよとか、うん、今日はこちらですみたいな感じで、何の仕事かかるとか、そういうのやりながら、経験を。仕事を経験していくっていう。へぇ、うん、やっぱり賢いよね。最近のちっちゃい子、みんなすごくない？すごい。うん、すごいわ。俺ちっちゃい時だって、鼻水垂らして走り回すだけだもんだって。ゲームとかね、公園で遊ん、そうそうそう、鬼ごっことかしてるぐらいだって、ね。そう。でもみんなさ、やっぱ子供たちに会うたびに聞くのよ。キスマイ知ってるとか、キスマイ誰が好きとかさ。うん。やっぱみんな知らないのよ。キスマイ。知らないって。寂しい。うん、ここでね、ちょっと。ね、何さ、キスマイは知らないのに、キンプリは知ってんだろ。まあ、まあ人気だからじゃない、ドラマでもさ、キンプリは知ってるよね、キンプリは知ってるって言ってた。いや、だから、いや、聞いたの、子供たちに。平野くんかっこいいから。まあ、だからドラマとかあるんじゃない、だからそういうので、うん、なんで、じゃキンプリは知ってて、キスマイは知らないのって聞いたら、一人の女の子は、古いって言ってた。俺ら古い。古くねえよ、まだまだだよ。そっか、古いよな、俺らしなって。うん。ちょっとローラースケッツとか、古い。そうだなって。儚いよな、もうなって。うん、そんなね。そうだよね。自動で動くやつとかあるもんね。うん、そうだよね。俺らアナログだからね。何足で漕いでんのっていうね。全部アナログだから。うん、そういうなんか自然な、なんか感想を聞けるかいいね。でも良き文化ですから、ローラースケートも。そうだよ。そうだよね。あれ変えていきましょうよ。あれだって、俺らだけだよ。移動するときに、本人たちが。はい。本ステージから、次のステージまで行くのに、16秒で行く。まあ、早いよね。うん。いいことですよ。うん、体を。めっちゃアナログだよ、ね。そうだよね。うん、ただ、あの、ムービングステージを使ってみたいけど、キスマイフット2は必要ないっていう感じじゃん。あ、そうね、本ステージから、あの、クリアのステージが、動く。前にわーって動いてくるね、うん。ちょっと、カウントダウンライブとかではあるじゃないですか。あ、でしか使わないよね。でもちょっと試してみたいじゃん。キスマイフット2ってどうやって使うんだろうっていう。キャリーぐらいは確実落ちるだろう。宮田線側とか落ちるでしょ。そうだね。線が落ちそうだね。うん、だから、あの、キスマイフット2になる前に先輩のバックで、まだキスマイがいっぱいいたとき、結構落ちてましたよね。落ちた、落ちた。落ちたね。曲がりきれなくて。そうっすね。懐かしいな。あったな、あの、カーブが直角なんだよな。だから、こう、それ坂になってて、降りた先が直角に中入ってるから、そっから、止まれない。止まれない。丸のとか落ちてた。落ちてた。そういうことありましたね。ありましたね。まあちょっと話はそれましたが、はい、毎週金曜日にちょっと最新のね、最新話を更新していくということで、お楽しみしてほしいなと思います。よろしくお願いします。詳しいね、情報は、キスマイドキドキンの公式サイトでチェックしていただけると、あの、僕たちの子供に、はちゃめちゃに振り回されてっていうところが見れるんじゃないかなと。はい。思いますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、今夜はスペシャルウィークです。はい。うん。なんと時間を延長して9時50分まで。長いっすね。9時50分生放送。ほぼ4時間。ほぼ4時間いけますよ。はい。でもう全然大阪とか行けちゃうぐらいの時間ですよね。そうですね。うん。はい、長い4時間でございますから。たっぷりありますからね。はい、お付き合いの方よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、これも元気に行きましょうか。はい。はい。せーの。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム。何起こったの？何？あの、タイトル噛むって言ってやばかった。2が、2が2って。改めまして、こんばんは。オールナイトニッポンプレミアム。金曜のパーソナリティは、キスマイフット2です。さあ、横尾さんタイトルいきなり噛んでおりましたけど。はい。キスマイフット2が、ネイキッドになりましたね。うん、キスマイフット2。なんでそうなっちゃうの？急になっちゃった？ちょっと、なんだろうね。これもなんか振られて、自分が何言ってるか分かんなくなっちゃったわね。恥ずかしい。そのオールバックでニコニコするのやめてよ。オールバック。あと写真撮ってね。オールバックにヘッドセットのヘッドホンして、お願いしますって感じでしたね。さあ、今週はスペシャルウィークです。さらに、おととい水曜日に僕がキスマイフット2の23枚目のシングル、君を大好きだが、発売されたということで、こんな企画をお送りしています。君を大好きだ、スペシャル3分割でお送りしておりますよ、今ね。さあ、リスナーの君を大好きな僕たちキスマイフット2は、あなたのために一肌も二肌も脱いでいく覚悟です。さあ、今夜は僕らキスマイフット2を頼ってください。ということで、相談や依頼を受け付けます。
真面目な相談、真面目じゃないけど相談したいこと、エールが欲しい、背中を押してほしい、私の代わりに家族に謝ってほしいなどなど、レギュラーでお送りしているキスマイにお願いの拡大バージョンでございます。相談や依頼はメールで受け付けます。あなたの電話番号も必ず書いてください。受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com、 件名に君を大好きだと書いてください。たくさんのメールをお待ちしております。さあ、今夜は9時50分までの超ロングバージョンですからね。はい。普通のメッセージもぜひとも送っていただきたいと思います。最近身の回りで起こったこと、考えていること、ちょっとした発見、笑ったこと、泣いたことなどなど、どんなことでも結構です。で、こちら懸命に、普通とか、感想とか書いてください。さあ、早速じゃあ、一曲参りましょうか。はい。ねえ、一曲目ですね。今週水曜日にリリースした新曲です。来週公開となる映画、トラさん、僕の猫になったわけの主題歌にもなっています。キスマイ2で。君を大好きだ。さあ、お聞きしていただいたのは、アイスマイト2の君を大好きだ。いい歌だね、これ。いいですね。やっぱいい歌だな。あとね、やっぱ、トラさんのね、映像とともに見て、あの、聞いてもらいたい。ああ、ね。これは、グッてくる。これはね、泣いちゃうやつだからね。うん。うん、そう、メール来ております。はい、アサミスさん。君を大好きだ。買いました。小学校の息子と娘と CD を聴きました。息子になんで君が大好きだじゃなくて君を大好きだなのと質問されました。あ、なるほどね。キスマイの皆さんはどう受け止めましたか。なかなか伝えるのが難しくて、ミュージックビデオを見て何か感じてくれたらなと思っています。まだ小学生の息子には難しいかな。だってそうだよね。ここは最初疑問に思ったところだね。やっぱ気になるんだね。なんか君をっていうのか、君を大好き、そうだね、君が大好きだ。より一層グッてくるよね。お、包み込んだ感じするよね。がの上な気がするな、うん、そうなのよね、うん、なんか君がっていうと指さしてなんかもうドンって感じだけど、君をっていうので包み込んでる感じするよね。なんか優しさもあるよね、なんか、うん、君をだと。そうだね、うん、いや、いい歌ですな。いろんな人に聞いてほしい。おしゃれだな、うん、買ってくれてありがとうございます。ありがとうございます、本当に。さあ、先ほどのね、オープニング一番最初のラジマンダリ、はいはい、メール来てます。ゆいさん、二十歳、ラジマンダリ、ごめんなさい、なんすかそれ。あ、そうか。知らない人もいる、二十歳。ね。二十歳の方、そうか、うん。で、だけど、19歳のマミさん、はい、愛知県。ダブルダッチというお笑いコンビのやつですね。すごく懐かしいです。ネパールの人の名字らしいですよ。ラジマンダリ。ネパール人の名字なんだって、これ、もともと。多いってことなんですかね、その名字が。いや、どうなんだろうね。たまたま身内の周りにいたんじゃない、うん、なんとかなんとか、ラジマンダリってただつけてよって思って。ただ、このダブルダッチというお笑いコンビはですね、はい、2010年に解散してしまった。ああ、そうなんだ。10年前ですよ。はい、ってことは、この19歳のマミさん、9歳ですか。9歳、そうだね。聞いたってことだね。それで聞いてくれてるんですね。うん、あ、ちょっとスッキリした。そうですね、うん、謎が解けましたね。謎が解けました。さあ、スヌートスのね、オールナイトニッポンプレミアム、この後9時50分までよろしくお願いします。今日は9時50分までの生放送、オールナイトニッポンプレミアム。君を大好きだ。さあ、リスナーの君を大好きな僕たち、スナイトスが、あなたの相談や依頼に答えていきます。まずは、メールの紹介でございます。ラジオネーム、サンちゃん、大阪府20歳ですね。皆さんに相談です。はい。今年、ダイビングかサーフィンを始めようと思っています。海のスポーツが好きな皆さんに、ダイビングの良さ、サーフィンの良さを話してもらい、どっちを始めるか決めたいです。ということでございます。なるほどね。なるほど。これじゃあ電話してみますか。もう繋がってますか。もしもし。もしもし。あ、サンちゃんさんですか。はい、そうです。どうも、はじめまして。キスマイ2つの北山と、横尾と、藤ヶ谷です。あ、そうそうそう。空気が出ましたね。どうですか、この3人。え、好きです。え、特に、キスマイの中だったら、なんか誰とかあったりするんですか。横尾さんです。おー、oh, thank you very much. 流暢。流暢。横尾さん今オールバックなんですよ。早く見たいです。そちらの方は藤ヶ谷太輔のタイピーのウェブ、なんだっけ、タイピーする？そこに乗っけてもらいました。ね、昨日はね、メンバーの、ね、タイトルもわからない。噛んじゃうんだよ。スフル？
なんでセフルって手で止めてんじゃないの。どこにブレーかけてんねん。びっくりしちゃったよね。さあさあ、ということでダイビングかサーフィンを何で始めようとしてるんですか。あのシンクロも飛び込みも競泳も水球って言って水のスポーツをもう全部やったんですよ。すごい。習い事で、でそれであのしばらく泳いでなくて、もうなんか水不足っていうか、なんか水が欲してて。そういう時に使うの、水不足ってすごい。今まで水のスポーツってやったことなかったんで。シンクロもさ。はい、シンクロもやりました。チームに入ってたってこと？なんか、クラブっていうか、そういうのがあったんで。すごい。あるんですね。俺、はい、自分のなんかこう、話した人の中で、あの、本当にオリンピック選手以外だと、初めてかもしれない。はい、シンクロっていう。嬉しいです、それは。初めて聞きました。初めて、うん、はい。水好きなんだね。はい、そうですね。水ばっかりやってて、陸は全然できないんで。へー。で、どっちかをやりたいということですね。はい。なんかシンクロの水着ってちょっと際どいですよね。あ、そうですね。うん。理由だけなんだけど。はい。うん、その確認ね。こっちが相談乗って質問答えなきゃいけない。なんで質問してるの。こちらが受ける前に確認を。確認、うん、水球の確認は大丈夫ですか。水球だとなんか水着脱げたりとかしません。あ、一回なってます。ありますか。はい、あります。ありがとうございます。ポロリあるから。まだ早いから。二十歳の女の子がさ、男3人何やってんのよ。確認、うん、確認ね。確認ですかね、うん、でもダイビングといえば北山くん。そうだね、横さんもやるじゃない、うん、さんも。僕はそうですね、やってますけど。あ、ね、ダイビングって泳げなくてもできるのよ。あ、そうなんですか。それでもいい。だってシンクロやってんだから泳げるでしょ。だからその満たされるかどうかわからない。もともと泳げるから。うん、あ、それは大丈夫です。それは満たされるかどうかわかんないけど、でも新しい世界っていうかね。はい、はい、そうです。見たことない世界見れますから、うんうんうん、確かに。ああ、そうだな。俺の感覚ね。はい。俺ダイビングたまにやるんだけど、はい、自分より魚の方が強えの。どういうこと。水の中だと俺がこの、なるほど、ね、この空気になってポンって外したら、オクトパス外したら、はい、もう死んじゃうわけよ、はい、でも魚死なないじゃん、はい、水圧関係ないでバーって行くから、はいはい、魚に負けんだ、はい、そうすると、あ、俺ってちっちゃい生だって思うの。まあ、いろいろ考えられるってことですよね、うん、そう。でもう一個ね、やっぱね、水の中にはね、世界がある感じよ。水面をこう基準にするんだったら、ひっくり返したら水の中はもう一個世界が存在する、うん、でカメラとか好きになってくると、はい、その水中カメラとか集めるようになるのよ。はい、だからそっから広がっていくよね、趣味が。うんうん、そうそう。で、うまく撮れるとね、あの、待ち受けにしたくなるよ。二階堂隆じゃないですか。いや、そうそう、俺もだから待ち受け今、あれだもん。あ、行ってるんだ。水の中だもん。あ、本当だ。自分のやつですか？うん、そうそうそう。ダイビングじゃなくて、サーフィンの方どうですか？それはもう藤ヶ谷さんですね。最近やってないんだけどな、全然。うん、でも、よく行ったよね。タマトに行った。タマトで3人でよく行ったよね。いや、僕はだって、はい、なんていうの、波打ち側。波打ち側ね。体操座りをして、そうそう、体育座りしてね、もう行って5分で諦めて体育座りしてぐらいですからね。なんだろうな、でもなんかこう、やっぱ大地があって、水があって、波があって、太陽があって、雲があってとか、その全部あるじゃない、自然が。うん、うん、なんかその波待ってる間とかもやっぱり、結構なんかいいかな。うんうん、まあもちろん波乗れた時が一番いいけど、はい、なんかその結構俺らの場合は朝方集合したじゃない。してましたね。3時とか4時ぐらいとかにも集合して、その仲間で集まって、そのままもう向かいながら朝飯みんなで食べて、はい、うん、でもバッと波乗って、例えばじゃあ昼飯食うかとか、うん、でそのね、うん、夕方行って、そのみんなでまた帰りご飯食べて、そのまま温泉入って、その一日なんか丸々使えて、うん、体力も使うし、はい、なんかその仲間と一緒に行ってる感じも含めて俺は好きだったかな。コミュニケーションがね。そうそうそう、なんかなかなかないじゃないですか、その丸一日オフって言った時、丸一日使うみたいな、今日はフリーだっていうのがね、
そういうのも踏まえても好きだし、まあ、結構でもサーフィンだとその場所によってローカルルールとかさ、はい、なんかいろいろ結構あるのよなんか、はい、うん、だからそういうのもなんかこう教わりながらね、はい、うん、もう結構サーフィンも好きだけどな。これさ、はい、どっちかじゃなくてさ両方一回体験で行ってみたら。そうだね、両方体験ありますからね。うんうん、2つとも、はい、あ、横渡りに教えてもらえばいいじゃん。教えてほしい。じゃあ連絡先送っとくわ。なんで？で、あの三浦の方に学校がありますから、海の学校っていう、あのダイビングの方はそこで体験とか教えてくれるところありますから。あ、ちなみにさんちゃん、はい、あの横渡る、はい、紫のボード使ってます。宮田のカラーじゃん。ま、真紫の、組織のカラー。真紫のボード使ってますんで、もし海で見つけたら、横渡る。紫のボードで波打ち際で体育座りしてたら、あ、横尾さんだって。もうね。で、沖の方見ると、玉森優と藤ヶ谷太輔がいるの。いますか。行きたいな、久しぶりに。楽しかったな、3人行ってね。だから、ちょっと大阪からだから遠いな、さんちゃん。そうですね、大阪だったら、例えばじゃあ波乗りに行くってさ、どこ行くんですか？わかんないです。和歌山とかにあるんですか？それって車とかどれぐらいなんだろう？大阪わかんないな。わかんない。でも多分海の近く行くとだいたいロングボード貸してくれるとかあるから、サーフィンだったらそこでやってみて、はい、そうだね、はい、色々探してみればいいかもね。教えてくれるところもありますからね。キューバーだったら最初、うーん、まあ5メートルぐらいか。5メートル、うん、あ、はい、そこでね、あの体験できるとこあるから実際やってみて、はい、多分肌に合う方があると思う。そうだね、両方好きになる可能性もあるしね。両方やっちゃえばいいんだよ、最悪。わかりました。そう、水制覇しちゃうよ。いいね、なんか趣味が増えていくのね。はい、素敵なことで。いいね。ね、じゃあ頑張ってみてね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。さあ、こんな感じでちょっと相談乗っていきましょう、今日は、うん、はい、ね、あの男性からのちょっと相談も、はい、大歓迎なので、ぜひお願いしますね。はい、時間帯考えてよ。受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com、 kmf@allnightnippon.com、たくさんのメールをお待ちしております。今日は9時50分までの生放送。さあ、続いては世の中の出来事についてもいろいろと話していこうと思います。題してキスマイジャーナル。なんかタイトルだけどなんかいいよね、もうよっこさん。ありがとうございます。なベテランの雰囲気だと思います。今日はどんな内容でしょうか。ああ、一週間のね、締め切り金曜日でございますから。さあ、この時間はね、今週の出来事を振り返りつつ、ああだこうだと話していきます。まずはケムケム、よろしくお願いします。花粉症でもマスクがいらない花粉ツアーが人気。杉の花粉症に悩む人向けの花粉地体験ツアーが人気となっています。ツアーが行われるのは長崎県平戸市の離島安土大島。島には杉がほとんどなく、他の地域からも飛んでこない地の利を生かしたツアーで、参加した人からはマスクのことを忘れる、綺麗な風景に感動したなどの感想が寄せられているということです。こんなツアーがあるんだね。初めて聞きました。ねえ、初めてだ。おお、離島、島が離れてんだね、長崎のね。安土大島。なるほどね。ちょっとなんか、花粉症、あ、花粉症？花粉症です。うん、花粉症ですね。あ、藤村花粉症？花粉症です。あんまでも、症状？まあ、まあ、クールな方ね。クールな方。クールの方、もうホットの方も。いや、まあ、でもなんかいろいろやってますよ、なんか。薬飲んだりとか。まあまあまあ、うん。止めるようにしてます。もう俺2日前ぐらいからさ、ちょっとあれおかしいなって思ってるんだけど。もう来てるんですか？みんな同意してもらえていない？ 2 日ぐらい前から。まだ来てない。まだ来てない。いや、結構来てる人多いって言ってます。ですよね。会社とかで2日ぐらい前から。俺も、去年ぐらいからヨーグルト飲んでるから。あ、ちょっと強いもん、今年。なんかいいって言うよね。あれ思ってる。あの、こういうやつでしょ？ちっちゃいやつ。うんうんうん。飲むヨーグルトみたいなやつ。はい。あ、それ俺やってるから。飲むの忘れてた、それ。だって鉄分とか効くって聞きますけどね。あ、結構そういうの意識してんの、食べ物。ちょっと見たりするよね。花粉ってこういろいろやってみて自分に何が合うかとか。そう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 。続くかとかも。いや、俺もうひどいからさ、あのバラエティーとかやっててもさ、もう
何もできなくなっちゃう。もう、なんでこんな鼻から汁出んのみたいな。あと、ぼーっとしちゃうしね、薬飲んじゃう。そうそう。確かにな。こんな鼻から汁出るっけみたいな。MC やってるから大変だよね。ずっと喋んなきゃいけないしさ。もうそれもあるし、たまに踊ってターンするとこう飛ぶみたいな。ああ、ありますね。あと、ロケやってたらずっと目かいてるから。そうだよね。大変だよね。うん、だから俺、血液クレンジングん何それをなんかやってみた。どう説明をお願いします。一回血を取ってそこにオゾンを入れて血液の色というかなんかそのきれいにしてもう一回戻すみたいな。オゾン層のオゾン多分そうオゾンあれやると空気血が血液に入れるのね。血が本当に色変わんのよ。きれいなのね。大丈夫なのそれは分かんない効果はだから今年その効果が出るか出ないかっていうのを今実験中なの。あなるほどね、うん、今年だねじゃあね。そうでも2日前にちょっと出てるからもう怪しいんだけどでもそれだってやったの結構前だよ、ね、結構前からずっとやってるの、うん、月1ぐらい、うん、あ月1やってんの。そうで体質もなんか変わってくるしみたいなことやってんだけどそれがこ今日どうなのか、ね、効果出たら教えてください。そうだね、うん、いやこんなツアーあるのはちょっとびっくりしたな。ちょっと体験してみたいかもしれませんね。ね。忘れられんだよ、一回花粉の存在を。定員15名ですもんね。結構少ないんだね。15人しか行けないんだね。そんなに高くもないな。そうね。なるほど、なるほど。こういうツアーがあるんですね。じゃあ、曲行きましょうか。水曜日に発売になったニューシングル、奇妙大好きのカップリン曲ですね。はい、キスマイフト2で。ライアーワールド。今日は9時50分までの生放送 All Night Nippon Premium。 さあ引き続きちょっとジャーナル続けていきたいと思います。ケムケムよろしく。花が超長い未来の新幹線。JR 東日本は製作中の次世代新幹線 α-X を公開しました。先頭車両が丸々鼻になっていて長さおよそ22メートルもあるということです。鼻を長くしてトンネル進入時の車体への圧力などの違いを分析する狙い。新幹線の最高時速は現在320キロでおよそ40キロアップを目指していると話しています。すごいな。 α-X かっこいい名前。かっこいいね。これ写真すごいね。鼻長。すごいね。丸々1両だもんね、ほぼ。本当だね。確かにね。丸々1両だ。1両の3分の2ぐらい鼻だ。どんどん長くなるのかな、これ。でも、昔に比べて、ほんとどんどん長くなってるよね、鼻が。だからさ、ね、なんか昔で言うさ、小学生の時とかさ、うん、そのちょっとした悪口みたいんでさ、うん、お前の鼻新幹線みたいだなみたいな、まあ、あったじゃないですか。今あったあったかな。いやなんかちょっとあのなんていうの、ま、丸くポンってなってるあった、うん、あ望みとかみたいなのはさ、なんかそういう比喩な感じあって、これで言われたらなんかもはやかっこよくない。いやこれもうお前の鼻アルファ X だなってかっこよくない。かっこいい。ああ俺の鼻はアルファ X だ。やばいしか長すぎでしょこれ。かっこいいわ。で40キロもアップね。360キロなんだ。すごいな。日本の新幹線ってすごいよね。よく曲がるよね、そのスピードで。なんか技術ほんとすごいんでしょ。そうね、素晴らしいね、やっぱりね。うん、だ日本の中古とかを海外の、インフラとして使ってるところも。車、うんうん、とかもそうだね。うん、あるしね。すごいね。すごいよね、技術が。まあ、新幹線我々もたまにお世話になっていますから。そうですね。なるべくこう、なんだろうな、大阪、東京間がどん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 速くなってくれて嬉しいよね。そしたらもっとね、なんか、いろんなことを経験できますからね。そう、なんか短縮的なんか早くなるのに俺すごい大賛成。それ素晴らしいことだと思いますよ、うん、どういうことですか。いろいろ経験できますか、ね。まあ、ご飯食べに行くとかその観光地行く景色見るって東京にいないものが見れたりするじゃないですか。あその40分早く着くことによって、 その40分をその大阪で要は使いたい。使いたい。北陸行きてえな。美味しいもん食べる。そうね。なんとなく今勝手に思っちゃったことをつぶやいちゃったんだけど。まあおっさんになっております。はいはい。さあ、続いてもありましょうか。街の自販機で充電ができる。
大道ドリンクはスマホの充電機能を備えた飲み物の自動販売機レンタル充電器を開発しました。手持ちの USB ケーブルを接続することで飲み物を買わなくても誰でも無料でスマホを充電できるということです。事前の登録や飲み物の購入などは必要なく1回あたりの利用は5分をめどにと呼びかけています。これどうなの、こう、うん、便利って言う便利なんけど、なんかさ若者がさこれでなんタムロしそうじゃないじゃん、うちの前とかに、ね、そもそも1日でそんな充電減るのかな。いや減るんじゃない、だから俺あの2倍のなんか充電器付きのさケースみたいな、うんうん、そういうので代用してるけど全然減ないよ。本当あんなに携帯見てるのね、うん、減らない人2人、僕減らない、まあ、でも例えばさ旅行行ってもほら外に出ずっぱとかだった時にはいいんじゃないの。ああそっか、うんうん、で地図を見たりそうそう、ね、調べたりする、いろいろさ日本に来た方とかさ、うん、ずっと見せたりとかする。そうね、観光っていうか旅行行った時には便利かもね。なるほどね、そうそうそう、あの外人さんとかはこういうの結構嬉しいかもね、うん、ホテル出ちゃうとほらもうさ基本的に充電できるところって日本って少ないじゃないやっぱ、うん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 、この5分ってどれぐらいいけんだろうね半分も行くの。いや半分は行かない絶対。いや5分ってやめる人あんまいなそうじゃない。でも今すごい早いんでしょ充電の時間が。俺が若者だったら、うん、この自販機の前にタムロするだ。いやそういうことだよ多分ね。だから俺はルールとかモラルとかをね守ってもらって使用してもらいたいですよね。便利だね、うん、あとはなんかちょっとさ震災とか起きちゃった時とかこういうのが本当にすごいライバルになってくるんじゃないかな。だからなんかこうみんなで使えればよね。自分のだけ充電をフルにするまで使うとかじゃなくて。何口あるんだろうね USB。あーどれがあるんだろう。もうめっちゃあったらさなんかもういいじゃん。なんかちょっとお隣で5人ぐらい並んでさ出ると待つわけだ。雨とか大丈夫だそもそも。あー確かに、まあ、ねパカっていうのがある。あーなるほどね、パカっていうのがある。これ何口あるんだろうね。一口だったらえってなんじゃんぶっちゃけ。でも USB ケーブルってことはその先っぽを自分で持っとこわないといけないでしょ。多分そういうことだよ ね。そうだ、それがないとうわーってなるパターンね。じゃあもしかしたらコンビニの前にあったら、うん、そこでそれが売ってて買えるとか。あ、これさ、なるほどね、コンビニで買って、うん、これそもそもさ USB ケーブルをさ接続するっていうのが一個手間じゃん、うん、普通のさ何あれこれこうの、なんて言うんだっけ、コンセントの挿すのを自販機につけてくれればいや、何でも使えるわけじゃん、そっからは。え、でもそもそも電気代は誰が払うんですか。いや、それは大道ドリンクさんじゃないですか、これで。あ、そうか、そうか、うん、そうなるか。そうです、そうだね、うん、大道さんの赤字になるそうだ。いや、その分買わないといけないってこと。使い方次第だ、すごい便利じゃない。うん、あ、なるほどね、充電してる間にジュース買うっていうカットが出てくるんじゃない。買う、まあ、5分だもんね。寒かったら、あったかい飲み物買うし、暑かったら冷たい飲み物買うし。だ意外に自販機ってスルーされがちだけど、こう一個機能がつくことによって、足止まってくるかもしれない。便利になりますからね。そうだね。ただ俺は何口かが気になる。なんでそこなの。あとコンセントだったらより、なんかって思うけど。そうね。今そう思うかな。まあでもあることによってね、便利でね。ね、うん、便利だな。そうだね、これはちょっと、また変わってくんじゃないですか。日本特有じゃないですか、これは。自動販売機、ね。自動販売機があるのも日本のね、武器っていうかね。いや、そう文化ですから。海外ない。あんまないですよね。海外なんか、上海外のなんか自販機みたいな見たことある。いや、あれさ、10万円かなんかで行った時に。あれ、上海外のあれどうなってんだろうね。生きてんのかい、カニあれ。生きてんじゃないの、あれは。ね、時期のやつとかさ。なんか入れたら上海外にボコンと落ちてきて見た取って家で持ち帰るみたいなのがあるんだよね。さあこの後もこのイブリングと交通情報ありますのでね、はい、この後7時に登場します。 All night Nippon Premium All night Nippon Premium 2019年2月すいません。2019年2月8日金曜日、時刻は夜7時になりました。全国の皆さんこんばんは、キスナイフト2です。この時間からは日本放送をキーステーションに全国ネットでお送りします。今夜のメンバーは北山と、横尾と、藤ヶ谷です。はい、この3人でお送りします。よろしくお願いいたします。さあ、先ほど新幹線、
はい、すごい長い、鼻が長いのができて、ね、スピードが速くなると言っていましたけども、ちょっとそれについてメールが来ています。はい、千葉県18歳来るミルクさん。新幹線がどんどん速くなるのは私は反対です。中学生の修学旅行で楽しいのは移動の新幹線でお菓子やお弁当を食べる時間です。それが減っていくのは賛成できません。なるほどな。こういう考えもあるんだね。わかるな。新幹線の中の楽しみ。うん。まあ確かに、新幹線の中のお弁当だったりとか、うん、あの売店の、なんか何、あれ何、ああ、なるほどね。持ってくる。ね、うんうんうん、あれとかも美味しいもんね。寝台列車、夜行列車っていうか、寝るやつね、うんうん。あれもちょっと減ってるじゃないですか。うんうん、あれもちょっと寂しいですよね。そうね。例えばそういうのもどんどん速くなっちゃったらすぐ着いちゃう。着いちゃうね。だから現地に着いて観光できる良さもあるけど、その電車の中の楽しみっていうか、あと景色もね、ゆっくり見れるっていう良さが。だからなんか選べるようにできればいいじゃん。ゆっくり行く人、早く行きたい人。そうでしょ。その各駅停車的な瞬間、全部がああいう風になるんですか。全部ってわけじゃないじゃん。ああいうのができたっていう。ほら、こだまのぞみとかいろいろあるから。だから要はまあ選べるわけでしょ。うん。よほど中でゆっくり遊んできた人は、ゆっくり並べばいいし。でもその修学旅行とかとも決まってるから、早めに着きましょうとかなんじゃないの。選べる人は今の学生は。そんな時代ですか。そっから、じゃあこのグループは、のぞみで行きます。あ、グループじゃなくて学校でね。学校で。だからなんか、そういう先生が多数決取るのか。あ、なるほどね。うんうん、あれ、料金ってどうなんだろうね。え、どういうこと、スピードが速くなるからってこと。そうそうそう、新しくなった場合。一緒なんじゃないの。なるほどね、一緒だったら、どっちをでも選ぶ、別にいいよね。うん、うん。あのさ、新幹線の中のさ、あの、たまに売店のさ、売りに来るアイスクリームめっちゃうまくない。あ、買ったやつね。買ったやつ。食べるまで30分ぐらい。そうそう、あれ、どこの駅で頼んどくのが一番いいんだろうね。そうだね、着いてすぐ買いたいけど、すぐ来ないからね、別にね。そうそう。でもすごい美味しいですよ、ね。美味しいよね。あれうまくない？なんかよくさ、ね、なんかツアーとか行った帰りとか食べてなかった、みんなね。食べてた、ま。買ってすぐ食べるとこうスプーンが折れちゃう。スプーン折れるよね。うん、あの抹茶味とバニラ味。うん、懐かしいな。あれ食ってたな。あとホタテ。ああ、貝柱。貝柱、ね、うん。あれうまかったな。ニカが好きだよね。そうだね。絶対買ってるね。買ってないですよな。いやでもそういうのを思うとやっぱ速くなるっていうのはどうなんだろうねっていうのは、まあこれはまあなかなか大人にはない意見かもしれない。いろんな考えがあるんですね。はい。さあ、24歳、テルさん。海が好きな皆さん、川はどうですか？私は激流の中でのカヌーをしています。気持ちいいですよ。ぜひ川にも興味を持ってみてください。かわいいよね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 。なんかエピソードなんですか？かわいい。ほら、あの、九州の方で、電車、JR 九州でお世話になったじゃないですか。はいはいはい。あの時に千賀健人が川下りの、ああ、はいはいはい。ホットやってた。僕も一緒だった。一緒だった。すごい気持ちよかったですよ。山の中から始まって、ね。で、住宅街の方に行くっていう、いろんな景色が見れて、空気も澄んでて、すごく気持ちよかったです。俺、西表島かなんかで川を、逆、何ですか、登ってくやつ。何？逆流じゃなくて。登ってくやつ？漕いで。カヌー？カヌーで。登ってくの、川を。あ、そんなのあるの？あるある。やったわ。いや、よかった、確かに。だから川魚も美味しいですからね。そうなの。川魚ね、釣りとかね。俺、実は多分、あんま行ってないんだけど、キャリオニング？キャリオニングって何？もう、体一つで、うん、川と遊ぶわけよ。飛び込んだりとか。野生児じゃん。そういうツアーがあって。行ってんの？え、毎年1回が行くの。誰と行くの？一人で。いやいや、友達と？友達と、まあ、ヤブとか一緒に行ったな。先生ジャンプのヤブくん。ヤブと行ったよ。え、そのまんま、何も持っていかないで行って、魚の手づかみってこと？いや、魚は、まあ、また別なんだけど。うん、どういうこと、魚手づかみって。トキオさんみたいに手づかみにバーンって捕まえたりするのかなみたいな。え、そういう全部が野生みたいなことじゃないでしょ。野生って、そういうイメージ今。え、手ぶらで川を下っていくってだけで、魚取るとは別に。そうか、言ってないか。そう、手ぶらで川を、例えば滝っぽいところを軽くジャンプしたりとか。なるほどね。ロープがついてて、そこを持って、そこからシャーって下っていくとか。あ、面白そう、それ。それが、なんかね、レベルがあって。初級と中級あったっけな、初級と上級みたいなのがあって。中級入れてやすか。いや、中級確か俺聞いてなかったんだよな。
え、それはもちろん上級行きましたよね。いや、僕はもう、やっぱ、初めてだったんです、ね、はい、昔は。初心者コースで行かせていただきました。ジャニーズなんだからさ、その辺はさ、上級でさ、行きますよ、見せて。いやいやいや、川舐めんなよって感じくるんですよ、向こうは。まあ、確かにね。はい。インストラクターさんというか。で、そこで、まあ、下流の方で受付して、何バンというか車に男というか違うグループの学生、大学生2人と一緒に乗って3、40分その子たちと一緒に話しながら楽しそう、それ行くんだ、ね、川までね、そうそう、結構面白かったよ、うん、なんか流行りそう、それ川もね面白い、俺は好きだよ、ベタベタしないしね、海みたいに、いいよね、うん、キャンプとか行きたいな、キャンプいい ね、 キャンプいね、うん、俺キャンピングカーをさ、みんなで所有するのが結構夢なんです、キスマイフット2号ってことでもいいし、全然やだよ、みんなで所有して誰が管理すんだよ、そこは宮田にしとけば、あ、ね、で借りたい時に今日借りるわっつって、あ、それをみんなで一斉に行くとかじゃなくて、そうそう、みんなで持っといて、夏休みの期間とか、うん、夏とかはオフの人がその車を使っている、うん、待って、オフの日って大体みんな一緒じゃん、休みの日かぶるか、まあ取り合いになる可能性あるけど、そしたら別に一緒に行っちゃえばいいじゃん、そしたら今度誰が運転するとか、もう宮田、じゃあ大型の免許取ってもらって、あ、なんか普通のやつとかでもね、7人乗るんだよね、大型がいいじゃん、まあ大型でもいいけど、うん、7人、うん、マックス7人乗れるやつだね、でもなんか企画でやりたいですね、キャンピングカーでどっか行く、キスマイフット2がって、そうね、やりたいよね、俺今ね、あれやってみたいな、車を自分たちで改造してキャンピングカーっぽくするやつ、ハイエースとかじゃなくて、そういうのをなんか自分たちで例えば100均とか行って、うん、道具とかを買ってきて、それでなんていうの、そのスペースにいろんなこう例えば水道を作ったりとか、はい、自分で作るのよ、もう10万円でできるからじゃないですか、それをね、なんかやってみたいんだよね、絶対面白いと思う、自分たちでキャンピングカー作る、自分色に染められるってことですね、自分たちで、面白そうだね、なんか面白そうじゃないってよね、やりたい、うん、あ、なんかちょっと遊びの方になったら結構喋っちゃったな、うん、はい、じゃあもう一個いきますね、はい、ななみさん、私も7年間シンクロ習ってます、藤ヶ谷くん、水着は透けてしまうことがあるので絆創膏を貼ってる人がたくさんいますよ、透けんの、ちなみに水中は戦場なのでポロリはたくさん見られると思いますよ、私はシンクロの練習がきつすぎるので毎日キスマイフット2の曲を励みに練習しています、さあ絆創膏をどこに貼るの、透けるんだね、その情報ありがとういや知らなかった、透けるって知らなかった、水着って透けたらダメでしょ、なんかもう一枚着てたりするんじゃないの、違うんだ、いやでも着てないんだよ、どういうこと、透けちゃうの、絆創膏だって結構水に弱くない、めちゃめちゃいやらしくない、え、オリンピックとかどうするの、もう映像で出ちゃうじゃん、いやそうよね、水に入ったら透けるっていやらしくない本人気づいてないパターンだよ、うん、入場の時は本人気づいてないんだよ、入場の時だって濡れてないんだよ、そうだから濡れたいから気づかないじゃん、で入って上がってまだ気づいてないの、みんなでお辞儀した時に、お辞儀した時とかなんか隣の人とかがえちょっと待ってやばいよってなって、うん、パッと見たら透けてるっていう、もうでも慣れてるんじゃないの、そういう目線で見てる、だからそういう目線で見てないのよ、見るだろ、エロ目線で見てないのよ、そういう競技の方々は。藤川さん、絆創膏どこにだろう確かに藤川さんしか見るかもしれない。絆創膏どこに貼ってる、どういうことなの、透けるって。うん、いや、絆創膏貼ってる人がいる。どこに貼ってると思います、ね、乳首じゃない。結構、ストレートに帰ってきますね、俺ね。お口に絆創膏貼ろうかなと思って。そうですね、うん、ね、あるんだってね。気になるわ。気になるわ。気になるわ。またそれさ、ずるいわ。なんかさ、俺に散々言わしてさ、最後の最後にさ、いや、気になるわ。それずるいわ。だってさ、例えばさ、今のでさ、うん、俺がじゃあ怒られた場合はさ、うん、責任を俺だけにしたいわけじゃん。うん、俺がバーって言って、あ、大丈夫な空気になったな、まとまって、最後にさ、気になるわ。それずるいわ。うん、一応、ね、スタッフさん来るなら来い。いや、気になるわ。来るなら来い。この話がね、盛り上がってね、曲をカットしてこの話を続けたいと思いますよ。だって男の子だもん。曲よりやっぱり乳首の話だろ。まだ早いですよ。次10分ですからね。さあ、今週はスペシャルウィークですよ。
おととい水曜日に発売されたニューシングル、君を大好きだにちなんで、君を大好きだスペシャルをお送りしています。僕らキスマイの相談依頼のメールお待ちしております。はい、受付メールアドレスは、kmf@allnightnippon.com。kmf@allnightnippon.com。その他、質問、ラジオを聞いての素直な感想などお待ちしております。はい、伴奏校のトークをしていたために、すぐに CM に出していただきます。All Night Nippon Premium。 君を大好きだ。リスナーの君を大好きな僕たち、その一つがあなたの相談や依頼に応えていきます。さあ、まずメール紹介ですね。はい、かなさん、広島県19歳、キスマイの皆さんにお願い事があります。今ちょうど友達と東京旅行に来ているんですが、私の母親はすごく心配性なんです。今回は12泊と長期の旅行なので、さらに心配していると思うんです。というのも、母は私が出かけていると何度も電話をかけてくるくらいの心配性ですが、以前とあることがあって母は私に連絡をしてくれなくなりました。連絡が欲しいと自分から言えないので、キスマイの皆さんに力を貸してほしいです。なるほどね。ー、かわいい話ですね。さ、かなさん、電話つながってまーす。もしもーし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 。どうもこんばんは。はい、キスマイ FT2の北山です。横尾です。藤宮です。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。カナさんは、はい。7人の中だと、誰が好きだったりするんですか？玉森くんです。あー、ごめんなさい、今いないんですよね。今いないんですよね。大変申し訳ございません。うん、今、一人でいるの？え？一人でいるんですか？今は、4人でいます。4人？友達といるってことですね。あ、4人で今聞いてんの、もしかして。はい、はい。めっちゃ恥ずかしいやつでも、こっち。その友達は？大学の友達です。キスマイのことは知ってくれてんのかな？あ、知ってます。みんな知ってます。ありがとうございます。あと、誰が人気みたいなあるんですか？誰が？他のジャニーズ好きな子2人と、はい。玉森くん好きな子が1人います。ああ、大変申し訳ございません。申し訳ございません。ちなみに他のジャニーズってどこですか？嵐とキンプリです。嵐さんと、大変申し訳ございません。ジャニーズベストも好き。え、キスマイは？でもキスマイだったら北山くん好きって言ってる子1人います。おー、よかった、ギリギリ命つくまいだわ。ねえ、かなさん、今東京旅行ということで、はい、どこに遊んでんだろうね。どこにいるんですか今？どの辺にいるんですか？今は、横浜のみなとみらいにいます。おー、当たりんだ。いいとこだね、はい、デートスポットってイメージだな、綺麗、はい、な感じ。いや、霧が綺麗なんじゃないかな今だと。霧が綺麗でした。寒いですか？すごい寒いです。風が強かったです。あ、本当ですか。お母さんね、うん、連絡してくれなくなったんですって？はい。ね、何がとあることがあってっていうことがあったんですか？まあ、友達と遊んでる時とかに、はい、ちょっと夜遅くなると、うん、なんか電話来たり、なんか何時に帰るのってメールとか頻繁に来るから、はいはい、私がちょっと嫌になって、うん、もう連絡しないでって、子供じゃないんだから連絡しないでって言ってから、連絡が来なくなって、ほう。前8月にも東京旅行1週間ぐらい来たんですけど、その時に一回も連絡がなくて、はいはい、なんか逆に、なんで来ないんだろうって思って帰って、うん、お母さんに連絡してこなかったねって言ったら、なんか連絡したらかなちゃんに怒られるから連絡しなかったって言われて、ちょっと申し訳ないこと言ってしまったなって思って、でそこから多分今回もあっちからは一回も連絡来てなくて、まだ。うん。で、心配性なの、家族全員知ってるから、お父さんが、たまには連絡してあげろよって言ってくれたので、うんうん。実際はちょっと連絡したんですけど、うん。でも、お母さんからも連絡してほしいなってちょっと思ってて。なるほどね。連絡してほしいってことを、お母さんに僕らが伝えたらいいのかな？はい、でも電話は多分取れないので、まあ、メールぐらいはしてほしいなって思って。ああ、だから急になくなっちゃったから、ちょっと寂しくなっちゃったんだ。
はい、なんか会った時はうるさいなって思ったけど、うん、なんか来なかったら来なかったで、あれ来なかったなって思ってしまって、ね、うん、やっぱり連絡来てくれることがありがたかったんだなってちょっと思いました。じゃあちょっとお母さんに僕ら電話してもいいですか？あ、はい、お願いします。じゃあ電話しましょう。はい、そう、はい、今かけてますのでね。ちなみにね、横浜は神奈川ですからね。はい、東京旅行に行ってるわけ。今何日目なんですか？今日が横浜で、それ以外は東京。東京、はい。お、なってるかな。そっか。もしもし。からお受けすることはできません。あら、あら、恐れ入りますが、電話番号の前に186を。ちょっともう一回かけてみるね。お母さん でお母さん電話ね、出なかったよ、はい、かなちゃん。もう一回かけてみるね。はい、すいません。港未来だとどこ行ったんだろうね。大桟橋とかかな。あ、そう、赤レンガ大桟橋。あの、なんか遊園地なかったあるね。コスモワールド。あれ、あ、それミュラミのミュージアム。桜新町。桜木町ね。あ、桜木町か。いや、桜しかあってね。はい、あ、もしもし。はい、すいません、キスマイルト2のオールナイトニッポンプレミアムのキスマイルト2の北山と横尾と藤ヶ谷です。こんばんは。え、こんばんは。ごめんなさい、あの娘さんのかなさんから、はい、ちょっとメールの方をいただきまして、はい、ちょっと電話させていただいたんですが、はい、お時間少し大丈夫ですか？かなはちょっといませんけど。あ、違うんです、今あ、状況説明しますね。はい、あの今ラジオの生放送をやってるんですね、キスマイルト2のオールナイトニッポンプレミアムというのを、はい、でかなさんから依頼のメールをいただきまして、はい、最近お母さんから連絡をしてくれないと、はい、っていうメールでメールいただきまして、はい、ちょっとその胸をですね、はい、僕たちキスマイルト2がお母様にお伝えしようかなという、はい、今状況なんですけど、今12泊の東京の旅行に来てますよね、はい、ああそうですね。でお母さんからこの電話欲しいなって思ってるらしいんですけど、でも以前自分から電話してこないでそんなにっていうことで、でお母さんもじゃあしないわみたいな感じになってしまったと思うんですけど、なんかその電話が今欲しいらしく、その心配してくれていることに感謝を持ち始め、はい、うん、お母さんの声を聞きたいなっていう、心配してほしいなっていうことで、でも自分から連絡してっていうのは言いづらいので、僕たちが代わりに、はい、ちょっと電話をかけてるんですけども、はい、こう、連絡してこないでって言われて、今実際お母さんも連絡してないわけじゃないですか。そうですね。それなんでですか？心配性だとお聞きしました。ずいぶん心配性です。だけど、ね、やっぱり本人が楽しんでるところを邪魔したら悪いかなと思って。ああ、なるほどね。お母さんは心配だけども、ちょっとそれ我慢して、はい。かなちゃんには、あんまり連絡しないようにしてると。はい。なるほど。で、それが全くなくなったんで、はいはい、かなちゃん寂しがってますよ。あ、そうですか。はい。しかも今、かなちゃん繋がってます。はい。だ、一緒にいながら話したら話せますよ。あ、そうなんですか？かなちゃん、そうなんですよね。はい。びっくりされますよね。いきなり、こう、連絡来なくなって、ちょっと寂しくなったんでしょ？はい。寂しかったです。そうなの。あ、寂しい。素敵。かなちゃん。はい、かなちゃん、ほら、もう一回さ、せっかくだから自分の言葉でさ、はい、あのほら、かなちゃんのお母様になんか、お伝えすれば、気持ちを。なんて言ったらいいんだろう。なんかさっき言ってたようなことをさ。そうね、メールだったりとか。電話だったら取れないかもしれないけど、うん、メールで、なんか、元気してるとか、そういうメールは欲しいです。わかりました。お母さん、お母さんよかったですね。うん、すごく嬉しいです。よかった。やっぱ心配してたから。はい。うん。これはお母様にとっても、かなちゃんにとってもやっぱよかったんじゃないですか？よかった。そうなんですね。お母さんよかったですね。メール送れますよ。
わかりました。タラちゃんも写真とか送ってあげたらいいんじゃないですか。あ、そうだね。今ここ来てるよっていうのを、はい。そうだね。安心するだろうね。はい、あとお土産もね、ちゃんと買って、お母さんに渡してあげてください。はい。どうもありがとうございました。すみません。いえいえ。電話しました。はい。ということで、12泊、楽しんでください。はい。もう残りを楽しんで、明日寒いから気をつけてね。いいですね、お母様。なんかほっこりしちゃうな。ねえ。ぜひとも今後はメールでやり取りしながら連絡を。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。切らせていただきます。スマイト2でした。失礼します。めっちゃいいじゃん。素敵。素敵な家族。ちょっとなんか、ぐっときちゃったよ。やっぱり直接ね、言うとなるとさ、なかなか、だからいい機会じゃないですか、こういうラジオをね、スマイト2を使って、やっぱりこういうので、思いを伝えられるっていうのは。お母さんのね、顔が笑顔になっても分かったよね、声のところで、ね。最初さ、絶対疑わせたよ、多分ね、俺は。何それみたいな。えみたいな。何誰これ一気に。はい。なってからね。いや、でもなんかいいよ、いいよ。こういうのやっていこう。素敵。こういうね、ちょっと、いいですね。お母さん絶対嬉しいもんね。今もうすぐ連絡してんだからね、ちょっとびっくりしたわよ、みたいなさ。言っといてよ、みたいな。それもいいよね。まあ、こんな感じで僕らキスマイト2に依頼したいこと、相談したいことを送ってください。受付メールアドレスは、kmf@allnightnippon.com。kmf@allnightnippon.com たくさんのメールをお待ちしております。All Night Nippon Premium。 さあ、この時間で一部の放送局でお気になる方はお話になってしまいます。はい。さあ、先ほどちょっと水着の話をねさせていただきましたね。藤谷さんのバーストコートとか、はい、いろいろありましたけども、メールいただいております。ゆうなさん14歳、大阪。私はおばあちゃんと一緒にキスマイのライブに行きたいんですけど、ライブの MC は下ネタが多いですよね。だからちょっと恥ずかしいってとこもあるんですけど、おばあちゃん連れて行っても大丈夫ですか？おばあちゃん向けの下ネタはありますか？そんな下ネタ MC で言ってるっけ。いや、でも自覚ないぐらいの下ネタ言ってるかな。俺言ってる記憶ないんだけど。なあ、俺もない。だからやっぱ男が言ってる下ネタと、そう聞いてる女性の下ネタのこの捉え方ちょっと違うっていうか。俺言ってんのかな。いや、無意識で下ネタしたら、やばいよ。7人無意識で下ネタ話したら。いやいや、そんなない。そうだね。でもそうか。でもそうよね。思う人もいるし。おばあ様も楽しめる。そうだね。そこ勉強しますわ。おばあ様も楽しめる、ちょっと下ネタ。あ、そうか。そうか。だから子供も。子供も楽しめるエッチ感じ。いや、違う。下ネタ言わなきゃいいんでしょ。おじい様、おばあ様が楽しめる下ネタ。下ネタをかければいいよ。すいません。勉強不足でしたから。ちょっと、これから勉強する。でもあれじゃないよ。冬のライブの、この間やらせてもらった、コネクション。あれか。あれもなんじゃない。演出としてやってることもちょっとそういう風に感じて。あ、でもそんなのこと言ってたじゃん。最終日だよ。あ、言ってた。最終日燃えたな。なんかなんだっけ。あ、なるほどね。旅行さんだったら。ここでは言えない。ここでは言えない。なるほどね。今日の料理はお前をなんだ。やめなさい。それは CD 買ってもらってるね、シリアルナンバー。料理多分見れるんじゃないの、確か。違ったかな。DVD 入ってる。そうか、なんかでもそんなね、露骨なのはないですよ。やっぱ品は大事にしてますんで。14歳の子だと、ちょっとそう感じる。意外におばあちゃんの方がこの下ネタ大爆笑するから。そうだ、だからおばあちゃんがなんか、うん、おばあちゃんも分かるの、ちょっとなんか、例えばセンス使った何かとか、なんかちょっと考えるわ、なんか。うん、あ、なんか、座布団を使った何かとか。いいね。なんか、うん、お茶とかね。うん、なんかお茶とかね、うん。なんか湯たんぽら辺に行けそうな気がするんだよ。洋館とかさ。ああ、いいね。うん、この洋館、洋館のこの。もし今年ライブがあった場合はよろしくお願いします。そういうの。そうですね、いや俺も毎回って言うわけない。皆さん大丈夫ですよ、これ、ゆうなさん来てもね。はい、さあ、ただこの時間の一部の放送局で沖縄方とはお別れです。来週もよろしくお願いします。引き続き聞いていただける方は、この後もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ネパン。キスマイルト2のオールナイトニッポンプレミアム、今夜は北山、横尾、藤ヶ谷の3人でお送りしています。さあ、続いてこちらのコーナーに参りましょう。キスマイラシーズプロファイリング。聞き取れたのかな。キスマイレシートプロファイリングでございます。
買い物のレシート写真をメールに添付して送ってもらい、僕たちがプロファイリング、買い物した人の年齢、人物、性格などを当てていこうという企画でございます。難しいんだな。早速参りましょう。これは本当に難しいんだよね。フードグラン日英。牛乳。3.5 牛乳1リットル 3.5 ラクラクホイップ188円、北海道バター、食塩不入ってないってことか。でバナナ1。でこれなんかさ、絶対渡辺さんの声じゃない。確かに食べ物だから、スイーツ系だよね多分。ホイップだから生クリーム、生クリーム、ケーキ系、バナナトッピングでしょ。食塩、食塩入ってないバターね。うん、ケーキとかのやつな、うん、パンケーキとかのイメージだよね。イメージ、うん、なんだろう。いや、そんな簡単な問題出してこないでしょ。クレープ食べて。おお、牛乳1リットルでしょ。あれ 3.5 ってあの有名なやつ書いてあるやつ。ホイップ、バターだ、ね、うん、そうだね。なんだろう、牛乳は多分生地時に使うとかじゃない。あと、あ、のば、あの作る時に、そう、ネタ作るときにバターもそこに入れてるから。あ、スイーツ系じゃないの。パンケーキかクレープかなと思って。バナナパンケーキ、これなんだろう。ニューピアッコ、ピアッコ M サイズか。ピアッコ、ほら、あれだな、朝ごはん。ああ、朝ごはん、俺3時のおやつだと思ってる。あ、3時のおやつって今もあんのかな。確かにね。なんかもし若い子聞いたら、え、何それって。確かに。別におやつ、おやつなんか自由じゃね。自由ね。なんか別に3時とか時間束縛する。自由に組んじゃねってやつじゃないの。学校行ってるしとか言われそう。だからなんだっけ、遠足でバナナはおやつですかみたいな。あ、下りももう古いんじゃないの。今は違うんだろうね。何なんだろうこれ。俺パンケーキ。でもそういう系だよね。パンケーキ。俺クレープだと思う。俺多分中学生ぐらいの子が初めて、うん、お昼にしよう。お昼か、それの、パンケーキ作って。次の日に作ってんだよ。買ってるのが夜だもん。19時43分だから。そこまで見ていたかないのか。でもこの夜に夜食の、夜食ご飯後のスイーツ。うん。じゃあ俺デザートな、何かしらのケーキ。蜜がさ、バナナパンケーキ。だってパンケーキいたでしょ、うん、クレープいたでしょ、うん、もうあと何かしらのケーキ。まあもしかしたらね、家にイチゴがあるかもしれない。あるかもしれない。何かじゃあもうなんか、じゃあ分かった。そうする。じゃあもう牛乳飲んで、バター食べて、無塩バターかじるみたいな。いる？そのまんま。ちょっと分かんない。バナナジュース。でも全く違うわ。だってバター入ってるでしょ。あ、そう。ホイップもあるしね。いや、これ難しいわ。のこのこさん、30代ですね。このレシートの材料に小麦粉を足してあるものを作ります。あるものとは。小麦粉、これってやっぱパンケーキとかさ、クレープの生地作るよね。横尾さん、うん、横尾さん、はい、正解です。バナナクレープ、イエーイ、はい、やったぜ。この音久々に聞いたわ。多分俺らが全然当たんないからレベル下げてくれたんだろうね。それあるかもしれない。ねえ、うん、私は介護老人保健施設といって、日常生活にサポートが必要な高齢者の方の施設で栄養管理士をしています。あ、すごい、ね。今日は入所されている方と、介護スタッフと一緒にリハビリを兼ねたおやつ作りをします。その材料でした。あ、いいねー。なるほどね。あ、穴がちょ合ってました。合ってるよね、うん。だからこの牛乳の生地なんじゃないっていうのが全部当たってました。わ、ね、かるようになってきましたね。まあだから相当下げてくれたのよ。ハードルをね。そう、難しいチームが。すごい難しいから。お、なんだ次。行こう次。これ宮地じゃねえとわかんないんじゃない。わかんない。メルシーポット S503。1101000万11880円、高くね。メルシーこのでもさ、それキャラクター関係あるんじゃないの。この左上の。それがメルシーポット、何や、オリジナル。オリジナルキャラ、え、上、アニメのキャラクターなのかな。関係ないのかな。なんだこれ。ポット。メルシーポット。メルシー？フランス？メルシー？ポット。もうポットはポットだ。あれじゃない？タンブラー的なやつ。タンブラー的な、そう。キャラクターの入ったね。うん、しかもこれネットで買った？ネット？これキャラクター関係ないの？あ、そうね。注文日とか。関係ない。関係ないってよ。うわ、紛らわしい。でも、会社名はあんま言えないと思うけど、ね、そういう感じなんじゃないんだもん。アニメ系の。メルシーポット。11,880円のポット。す
すげえポットじゃん。すごい。お湯を沸かす的な感じなんか、そのまま保温できる感じなんか。だからタンブラー的な感じだな。魔法瓶の。タンブラーに1万2000円払います？今だってキャラクターとかの絵が描いてあったりさ。でもキャラクター関係ないってよ、これ。あ、そっか。でもメルシー的なのがなんかキャラクターいそうじゃない？輸入のかっちょいいやつなんじゃないこれ。そのキャラクターの名前じゃないんじゃないメルシーって。メルシーってあるもんね。フランスのなんかポットなんじゃない？すんげえ高いやつ。そうね。なんかすごいデザインのやつとかね。おしゃれな、真っ黄色とか。なんか。真っ赤とか。すごい形してるとか。うん。もうこれポットじゃないんじゃないっていう形の。ああ、なるほどね。でも僕タンブラーできますよ。タンブラー。旅行さんタンブラー。俺なんかやかん。夜間？久しぶりに聞いたの夜間。なんか何かしら保温するやつ。ふわっとしたの。ふわっとしたの。聞いたね。これは、鼻水吸い取り器を購入した時のものです。7ヶ月の息子はよく鼻風邪をひきます。少しお高めなのでずっと買うのを悩んでいましたが、お正月早々鼻風邪をひいてしまって購入する決意ができました。鼻水で寝つけない、夜中や、休日で病院がやってない時でも気楽に鼻水を吸い取れるので便利です。吸引力が強くて気持ちいいくらいに鼻水が取れますよ。お母さん、こういうの。赤ちゃんのやつだ。耳鼻科とかでやるようなやつかな。これ吸えんの？ピューって出んの？俺見たことないんだけど。あ、だから花粉の今の我々にもいいんじゃないの？え、詰まってさ、出ない時とかあるじゃん。そういう時に使えるんじゃない？もう赤ちゃんだから吸引してくれるけどさ、大の大人がそんな、何そういうプレイ？どういうこと？違う違う、大人もなんか使えそうだなって思って。大人のあんじゃないの？あ、そうね。うん、プレイって。え？プレイって。確かにな。そうね。なんだね。まあお子さんの鼻水とかやっぱりね、いつも出ちゃうからしょうがないですね。あ、だからこの絵、赤ちゃん抱いてる絵ってヒントだったんだ。そういうことか。なんか萌えキャラかと思った。確かに。あ、本当に赤ちゃん抱いてる。これがヒントだったんだ。ね、この絵だったら奥さんかわいいね、これ。うん、奥さんかわいいな、これ。ニャッチ好きそう。これ面白いな。そういうのもあるんですね、今。さすがにこれは分かんなかったわ。急に難しくなったね。急に戻したらだるまさんの感じ。2個目難しすぎるわ。ね、買い物レシートのね、写真撮って送ってください。答えにはなぜその買い物をしたのか、そしてあなたの簡単なプロフィールも書いて送ってください。受付メールアドレスはこちら。kmf@allnightnippon.com。kmf@allnightnippon.com。たくさんのレシート写真を待ってます。さあ、ここで一曲お送りしましょうか。キスマイフット2で冒険者へ。キスマイフット2 All night Nippon Premium。 君を大好きだ。なんかアニメで言うとイケメンの感じですね。今ね、宮田さんをね、想像しやすいんだってね。あ、そうなんですか。それが大事。それが大事。ラップ授業で言うとなんかクールな感じ。なるほど。今夜はあなたの相談や依頼に答えていくスペシャルでございます。まずはメールの紹介です。はい。春ママさん、埼玉県ですね。私にはこの春から小学1年生になる6歳の息子がいます。その息子のことでご相談が。息子はゲームが大好きで毎日何時間もゲームしています。4月から小学生になるのに先生の話をじっと聞いたり、登下校もちゃんとできるのか、私はとにかく心配しかありません。ゲームはほどほどにしてほしいのですが、私の言うことをあまりにも聞かないので、キスマイの皆さん、キスマイ大好きな6歳の息子にカッとエールをいただければ嬉しいです。よろしくお願いします、ということでございます。はい、ということで春ママさん電話つながっております。もしもーし。もしもーし。あ、どうもはじめまして、キスマイフット2の北山と横尾と藤ヶ谷です。こんばんは。こんばんは。はじめまして。お願いします。はじめまして。はじめまして。はい、よろしくお願いします。僕同い年ですね。はい、そうです。あるママさん。はい、はい。息子さんがゲームをずっとやってると。はい、もうゲームが好きすぎて、うん、もう泣いちゃったりするぐらいです。ゲームをやれなくて。ゲームをやれなくて泣く？ゲームをやらせてくれないって言ってポロポロっと泣く。わかるな。それなんか前の友達とかとなんか遊んだりとかそういうのはないんですか？あんまり。いや、
そうですね。近所にもなかなか同じ幼稚園の子とかもいなくて、ちょっと2年前に京都から引っ越してきたんですね。へー。なのでちょっとなかなかこうまだ友達ができない状態で、うん、やっぱゲームお友達とも、まあ、ゲームの話で盛り上がるみたいなんですね。こうゲームの本当だよね。やっぱ最近小さい子とよくなんか絡むこと話すことが多いんですけど、僕はもう、はい、やっぱゲーム率すごい高いですよ、はい、ですか。やっぱり、ね、早いなとは思ってるんです。その幼稚園児なのでまだですけど、どんなゲームやるんですか？例えばスプラトゥーンとか、あーアームズとかマイクラとか、そういう、すごいな、幼稚園で。だってスプラトゥーンなんて、だって玉森やってなかった？玉森やってました。よく俺らやってたなぁ。ラテンのライブの時ずっとやってましたよね。やってたね。これね、面白いんですよね、やっぱね。面白いんですか？面白いんですよ。私にはちょっと何をしてるのかちょっとよく分かんない。コミュニケーション取る一個のツールでもありますからね。そうそう。なんだろうな、昔でいう、そのなんか一人でただ遊ぶとかじゃなくて、例えば対戦相手がいっぱいいたりとか、そうですよね。オンラインで今できちゃうから、そういうのもあるからね。はい、そうですね。でもお母さん。オンラインをつないでくれという、ああ、そこまで言われます。ああ、ちょっと、確かにそのね、楽しみはね、僕らもね、ちょっと知ってるんで。ただちょっと6歳っていうのにこれからやっぱ先生の話聞いたいけどね、登下校もちゃんとできないか心配してるわけですよ、このまま。実際僕らもこんなゲームやる僕らですけど、和彦くん言うこと聞いてくれますかね、僕たち。いや、もうすごい好きなので。お、和彦くん。はい、そうなんです。え、和彦くんはキスマイが好きなんです。え、めっちゃ嬉しい。あらら、嬉しいね。なのでかなりびっくりしてテンションが上がっちゃうかなと思うんですけど。あ、近くにじゃあいるんですか？いらっしゃいますか、和樹くん。はい、おります。あ、なんてお母さん僕ら言った方がいいですかね。なんて言ってほしいですか？なんて言ってほしい、なんて言って、まあ、ゲーム、うん、ゲームもやってね、わかるけど、やりたいのはわかるけど、うん、やっぱりね、まだ幼稚園やし、外で元気に遊んだり、ね、してほしいなっていうのはあるんですけど。なるほど。その胸をちょっと僕たち言ってみましょうか。はい。ねえ、じゃあ、和彦くんに代わってもらってもいいですか？はい。ちょっと待ってください。はい。キスマイから電話だよ。もしもし。あ、もしもし。和彦くん。うん、そうだよ。こんばんは。こんばんは。キスマイウッド2の北山と横尾と藤ヶ谷です。わかるかな？うん、わかる。わかる？おー、わかるんだ。うん、嬉しいなぁ。キスマイのこと好きなの？好き。どんなとこが好き？かっこいいとかが好きだった。かっこいい。かっこいいだって。え、誰が一番好き？藤ヶ谷くんと。うん。藤ヶ谷くんと。横尾さんと。横尾さんと。うん、と。みんな好きなのかな？誰？北山くん。これお母さん横で支えられこれやってますね、お母さんこれ。春ママさん聞こえてましたよ、耳打ちのほどが。そっか、ありがとう。ありがとうね。ゲーム好きなの、和樹くんは。あ、好きだけど。何のゲームが好き？マイクラかな。マイクラ。あ、それが今一番好きなんだ。作るやつかな。マインクラフト？鉄？それは何、友達と、バトルとかしてんの？一人でやってんの？いや、バトルはしてない。一人でやってんの？いや、持ってはないんだけど。今日は小学
校のお友達に貸して、うん、貸してもらったのかな。京都のお友達やってるのかな。あ、え、京都の友達やってるの。京都で、京都の友達とテレビで毎回二人でやってるんで、うん、あ、やっぱお友達と二人やってる。あ、やっぱなるほどな、繋がってるんだそこでね。いとこの小学生で、あ、そうなんだ。ゲーム楽しいよね。うん、楽しい。ずっとやれる？いや、ずっとはやれない。やれない？ずっとやれない。勉強してやってるけどね。かずきくん、勉強は好き？うん、まあ、ちょっとは大好きだけど。ちょっとは大好きだけど。そうか。外で遊んだりとかしないの？しないのかな。かずきくん、かずきくん、外で遊んだりする？え、する。する？ね、外で遊ぶのはさ、何が一番好き？サッカーボール。サッカーボールが好き。サッカーボール使うのが好きなのね。なんかね、お母さんが、もしもし、かずきくん、かずきくん、何？かわいい。かわいいな。なんか、外で遊んでほしいんだって、お母さんが。ゲームもいいけど、外で遊んだりしてほしいんだって。で、僕らも、外で遊んだ方が、ちょっと外で遊んだりした方がいいんじゃないかなって思うんだ。え？ん？ん？かずきくん？外で遊んだりするのどう？楽しいよ。ほんと？もっとね、外で遊んでほしいんだって、お母さん。ゲームばっかじゃなくて。ゲームもいいけどね。元気でこう、遊んでる姿を見たいんだって、お母さんは。かずきくん？でも勉強好きなんでしょ？勉強も好きなんでしょ？うん。うん、だから勉強も小学校の勉強もちょっとこれから頑張ろうか。うん、約束できる？うん、いい子だ。いい子だね。じゃあキスマイとカズキくんの約束ね。あら、勉強も頑張るっていうことを約束できる？できる。おー、かっこいい。男らしいぞ。いやー、かずきくんかっこいいね。約束守るもんね。うん。うん。かっこいい。かっこいいわ。ちゃんとお母さんの言うこと聞くんだよ。はい。はい。偉い。じゃあ、お母さんにちょっと変わってもらっていい？うん、いいよ。かわいい。激萌えなんですよ。癒されるなぁ。もしもし。あ、もしもし。会話できてましたか？あ、大丈夫ですよ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。なんか、約束してくれたんで、勉強も頑張るって言ってましたよ。あ、本当ですか。はい。サッカーボールで遊ぶのが好きって言ってましたね。あ、そうですね。サッカーはなぜか好きみたいで、家の前に公園があるんですけど、その公園で、こう、たまに、まあ。なるほど。サッカークラブみたいの入れてみたらどうですか？なんか、でもきっかけは変わっていくと思うんで、ちょっとじゃあ、うん、約束してくれたんで、頑張ると思いますので、はい、ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。はい、頑張ってくださいね。すいません。はい。はい。いや、かわいいね。かわいい。本当にかわいいな。うん、わかった。やばいな。このブースの中、もう、癒しで回ってる。いや、子供は。Kiss my foot too。 さあ、時刻は夜8時になりました。 Kiss my foot 2のオールナイトニッポンプレミアム。今夜は北山、横、藤谷の3人でお送りします。はい、そう、先ほどちょっと新幹線の、はい、ね、アイスの話をしたんですけども、秋雄さん、愛知県ですね。新幹線のアイスクリームといえばカチカチですが、うん、ホットコーヒーを入れて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。アフガードだ。うわ、これはいいね。おしゃれ。これいいね。あ、やろう、これ今度。いいね。こうなってくるとバニラだね。あ、いいね、これは。これはいいですよ。おシャンティ
これだから両方買って、ちょっと入れながら、うん、いいね、溶かしながら、うん、これいい。いい情報ですね。やっちゃおう。はい、大阪府16歳、昆布さん。私の弟はもうすぐ中学校を卒業します。弟の通う中学では卒業のお祝い給食があるそうです。お祝い給食ではすごく豪華なご飯が出るのですが、高校で毎日お弁当を食べている私は給食というフレーズがとても懐かしく感じてました。給食メニューでこれが一番好きだったというメニューはありますか？ちなみに私はダントツで揚げパンです。揚げパンうまいね。揚げパン。揚げパンね。きなこパンみたいなのあった。あった。きなこ。うん、砂糖。なんかいろんな種類あった。確かにね。給食いいな、食べたいな。最近なんかコッペパンとか食わないもんね。うん。なんだ、どこで食えんだ。あの、給食の置いてあるとこあるよね。なんかあるお店ね。サービスエリアとか、道の駅とか。道の駅か。道の駅とか。そのとこにあるの、うん、にあったり。あ、揚げパンね。揚げパンが。給食食べれるお店あるよね。うん。うわ、ちょっと食べたくなった。食べたいね。何が一番好きだった？米。いや、それさ、一番最初に言うやつ、それ。3番目の人、かわいそうやん。意外にご飯ってあんま出なくなかった。パンが多かったイメージ。いや、米なんかさ、水色のさ、でっかいケースの中にさ、うん、銀の、あの、カパカパしたやつ。うん。何銀の、なんつうの、何つったんだよ、器？うん。で、蓋してあって、それをさ、こうやって振ってさ、端っこに固めてさ、食わなかった？わかんない。わかんない。嘘だろ。やったよね。ほら、スタッフやってるって。本当。そうよ。それがどんだけちっちゃくなるかを競うわけですよ、まず。え、年齢おいくつですか？42歳。俺33。全然違う。何それ。うち時空歪んでんの？わかんない。それ。ソフト麺とかさ。あった。あったよ。パスタとかあったな。あったよ、ね。スパゲティって言ってたな。スパゲティ。だったよね。なんかパスタってメニューじゃなくなかった？スパゲッティ。スパゲッティ、ね、スパゲッティとか、うん、そういう。パスタ最近の言葉って思った。そうだよね、うん。そうだね。あの、なんかちょっと腰のない、そう、あれなんかいいんだよね。なんかいいんだよね。で、あの、スープみたいなやつ、謎の何味かわかんないスープ。あれね。つけて食うさ。うまいんだよな、うん、食べたいな、うん、冷凍みかんが俺の中じゃ結構、俺なんかごちそう。あ、わかる。上位ね。あ、うん、富士は何が好きだった？何が好きだったかな？味噌ラーメン。味噌ラーメン？味噌ラーメン。そんなの出た？味噌ラーメンあったでしょ？いや。あったでしょ？ほら。味噌ラーメンあった？あれ、年齢おいくつですか？ 31。一緒じゃん。俺、あれ学校一緒？味噌ラーメン世代。味噌ラーメン世代か。味噌ラーメン出ましたよね。年に何回かね。嘘。うちクリスマスはなんかのチキンとか出たし。そんなんないないな。ないないない。行事ごと一切無視。いやいや、あったよね。イベントのやつとかない。ないよね。うちの学校あったよね。いやもう、ね、違う学校でしょ。違う学校でしょ。同じ人だったら、だったら俺さっきのスタッフさんと同じ人になっちゃったよ、これ。あった。あれ、美味しかったよね、なんか。42歳と同じ人になっちゃった、俺。でも、久しぶりに給食食べたいな。どこで食べれるの？ね、揚げパンとかうまいよな。ライブのケータリングが給食になってくれたら嬉しいよね。うわでも、いやでも、どうだろう、ライブの前は給食嫌だな。なんで？いや、なんか、いやじゃない？ライブの前だって給食だった。いやなんかそのさっき言ったけどお米、うん、俺そのお米を食べた時に飲み物が牛乳っていうのは結構苦手だった。あでもわかるわ、それパンと牛乳合うけど。そうそうそう、麦茶じゃなかった？ええ牛乳だよね。あ、うちらの学校牛乳じゃなかった。だからもう同じ学校になっちゃったよ、ね、牛乳もあったけど麦茶もあった。え、両方飲めるってこと？いや基本的に牛乳だけど苦手な方は麦茶 OK みたいな。持参ってこと？いや、あった、夜間に入ってた。夜間お腹下しちゃうから、そっちにしてもらってた。あった、そんなの。あったと。うちなんかジュースとか出たよ。ええ？ジュースね。あ、それ違うじゃん。じゃあ学校違うんかい。今聞いてたんかい。年に何回か出たよ。ジュース？何ジュース？え、リンゴジュースとか出なかった？あ、リンゴジュース出たかもね。出たでしょ？紙パック。紙パック。すげえ倍率高いんだよね。うん、1個とか余るじゃん、なんか。うんうん、それをさ、早く飲んだ人が取りに行けるみたいなさ。そっちはいいんだけど、入れすぎちゃって足んなくなっちゃった時の気まずさ半端ないよね。うん、それでなんか隣のとこトントンって言ってさ。分けてください。すいません、ご飯を入れすぎてしまって、こちらのご飯余ってませんかみたいな。小学校あったかもしれない。なんか。あったね。嫌だった。ふりかけあったっけな、ふりかけあった気がする。あったあった、たまにあった。給食をさ、給食当番だったじゃないですか。あったあったあった。で、当番やった人1週間した後にさ、自分家洗わなきゃいけないんだね。給食着みたいな。白衣みたいな。白衣。洗ってた？洗ってたよ。うちなんかさ、
あの俺の洗ってくれる女子いたのよ。モテてたじゃんその時から。ああ洗ってくれたんですよ。すげえな。元気してる？誰やねん。わかんない。給食員だってそれが青になってなかった。薄いブルーに。あれかっこいい。白でしょ。うん、うちはね青水色っぽいブルーがもらえるのが給食員の方ね。高学院って何？高学年になるとさ委員会入るでしょ。うん、体育員とかの給食員ってあって、うん、あったかもしれない。リーダー格の人たち。そうそうそう。で、あの生徒たちが来たら、はいこれですってそこで受け渡して、あったかもしれない。片付けとかする。あったかもあったかも。その白衣に憧れて入りました。入った？それ着れた？着れた着れた。どうだった？よかったやっぱ。かっけえと思ってた。ああ。うん。あのさ、年に一回さ、事件なかった？どういう？あの運ぶときにこぼしちゃって、泣いてその子が帰ってきて。でも数え答えないみたいな。数え答えないみたいな。なかった。あれはスープとかね。事件で言うと、あの、牛乳を隠しててヨーグルトするやついなかった。いたよね。絶対いたじゃん。パンを隠してカチカチになる。その上、もっと悪いやつ。牛乳を毎回もう一本ずつ隠してバレないように。卒業式の時に全部ヨーグルトになってるっていう。うわ。あと、あの、残したおかずをパンに挟んで持って帰る子とかいた。お持ち帰り？テイクアウト OK？ テイクアウト、あれ、給食なんかあんの？なんかパンとか OK だったよ、うちは。マジで？ちゃんと袋に入れてみたいな。イートインでしょ、基本。いや、なんかその、食べ物を粗末にしちゃダメよ、みたいな感じがあって。ああ、それで言うとさ、あの、どうしても残したい時にさ、先生が納得するまでの、なぜ残すかの理由を言って納得させたら OK っていう先生いなかった？いたよね。理由を言うっていう。この言ったら OK。あの、うん、実はピーマンが食べなくてなんでだって言って、そのなんか理由言うんだよね。あったかも。先生が OK って言ったら残して OK。ね、あったかもそれ。あと、一品だけ残していいとか、なんか、そのルールが月によって変わってた。一品だけ OK？ とかあった。か、その、食べれる子に、あの、食べてもらうとかも OK とかあった。それぞれやっぱ違うんだね。で、牛乳パックをさ、いかに綺麗に畳むかみたいなのなかった？牛乳パックじゃなかった。え？瓶。瓶じゃない？うちパック。パック。だ三角形、ピラミッドみたいな形から四角になった。長方形のやつ。長方形になった世代。それをこう、綺麗に折って、それをこう、なんか、セロハンテープでぐるぐる巻きにして、手裏剣って投げて遊んでた。それはしてない。回収するときに、あの、畳んで、回収して、ってことで図工で使うように。本当に最後まで飲まないの、畳むときにビュッて出ちゃう。出ちゃう、ね。そうそうそう。で、残ったのさ、あのさ、銀のさ、やって、鳥にビシューって出さなかった。あ、出してたかも。あれ、夏とかさ、匂いえぐくて、俺っておじいてる人に働いてる人。いたかな。うーって言いながら。大体みんな飲んでたもん。牛出して、うーって言いながら。わかんないよ。いたでしょ。それいたでしょ。でも、やっぱ地域とか、年代で変わるんだね。銀のとこもあれば、ね、最初だって三角形だったし、そうだね、それなんか口で好きながら指うまくやるとうまく畳めるみたいなのあったよ。あ、飲み終わった後に、うん、え、何でって、手裏剣は本当にやってない？やってない。マジで、うん、図工かなんかで工作で使うように洗って取っといてっていうのはあったけど、6年生か違うので取っといてくださいみたいなのがあったりしたよ。なんか牛乳パックをさ解体してさ、なんかこの、うん、どこも四角全部パックにできるんでなかった、この麺がくるくるのがあって、やってたのかな。細くちょっと細長く切ってそれなんかつけて。あんま俺牛乳飲んでなかったから、その時は。あ、麦茶の人？麦茶の人だったから。お茶好きよね。今も、今は、目の前に麦茶みたいな色のもの置いてあるんですけど。ウーロン茶飲んでるのかね。そんなウーロン茶飲んだら喉カッサカサなんだろうと思うぐらい横がウーロン茶飲んでますからね。だから噛むのかな。いや、それは関係ないですね。関係ないか。さあ行きましょうか、続いて。はい。ね。教えて、男心。なぜに、は、どうして男の行動に関する疑問を基礎の一つにぶつけてもらい、男たちがズバリと答えていきたいと思います。ないないしちゃう理由は、なんとかかんとか、借金ということで、最終的に、このコメントを、しっかりと答えていけたらいいなと思っております。はい、ラジオネーム、まみさん、19歳、愛知県ですね。写真を撮るときのポーズについて気になる男心があります。どうして男の人は写真を撮るとき、グッドのポーズや、拳を見せつけるポーズが多いんですか？男子の写真のポーズはワンパターンだと思います。ああ、まあ確かに女性に比べたら断然少ないだろうね。少ないよね。レパートリーないわ、俺も。
あとさ、まあ、確かにグッドでしょ、あの親指立てたらグッドでしょ、はい、でなんかちょっとグーみたいなでしょ、パンチみたいな、パンチみたいな、こっちなかった、このなんか何つうの、二の腕をこう見せる、このやってやるぜっていう感じだよね。なかったこれ、うん、やってたと思う、ほっせのに、うん、ねえ、なんだろうこれ、俺強いぜってことだよね。まあ確かにね、まあ、強さをアピールしてんのかな。うーん、そうなんだと思う、なんだろうね、確かにね。ピースが恥ずかしいんじゃない、ちょっと、うん、ピースはどちらかというとやっぱ女性の女子にとって取られてる感じがあって、どうしよう、じゃあ男はっていうので親指一本的な、あったかも、かっこつけてたかも。でも当時の方、僕ら横尾さんとあの昔のたまにね、グッズの写真とか、うん、あの見るんですけど、横尾さんとこのラッパーのこのなんていうのかな、ヨーのこのポーズで撮ってるのがグッズかなく売ってて、もうあればっかじゃ本当芋な二人すぎてラップできない、ね、ラップできない芋写真。その時の変なテンションでやると後々後悔するよね。後悔する。そうだね。で、その時にテレビとかで流行ってるポーズとかなんじゃないの？僕らそのラップが流行ってる時だったじゃないですか。まあ、確かにとかもね、ビーボーイとか。なんじゃない？なんだろうね、グーのポーズ。なんでこういうポーズが多いんですか？だって。ヒーローになりたかったんじゃない？あ、それで行きましょうか。それもらいましょうよ。ねえ、じゃあ男が思わずグッドのポーズや拳を見せつけてしまう理由は、ヒーローになりたかった。いいですね、いいですね。確かそういう、そういうのもあるかもね。うん、強いとかね。そうだね。そういうことだと思うんだよね。じゃあついてまいりましょう。北海道札幌市。リホさん、ずっと一緒だよ。一年は余裕で付き合ってられるとか言ってた彼氏に一ヶ月で振られました。少し信用していた私がバカでした。こういう男って本当に何なんですか？どうしていい加減なことを平気で言うんでしょうか？なるほどね。ああ、一ヶ月。早いですね。そうね。あ、怪しいよな。ずっと一緒だよ。16歳。もうそもそも怪しいよね、ずっと一緒だよとか。うん、あんまりそのなんか、先の約束をやっぱ無責任でする男怪しいよね。そうね、うん、1年は余裕で付き合ってられる。これ言えないよね。わかんない。しかも、あの、言うんだったらよ。理想を言うんだと1年は余裕で付き合ってられるってさ、短くね？そうだよね。もしだって本当になんか愛してればさ、いや、一生ね、ずっと一緒にいられるわ、だったらなんかこうさ、わかるけど、いや、余裕で1年いられるなって、じゃあ2年目もう危うくないみたいな。もう、その段階でね。なんか怪しいよね。ずっと一緒だよ。なんだよね、ずっと一緒だよ。こういう男って本当何なんすかだって。ケルト。ケルト？夜間。どういうことですか？沸騰したら終わり。あ、それいただいていいですか？多分それ以上ないと思いますね。どっちですか？ケルトですか？ケルト。やかん。沸騰したらそれ終わり。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。だってケルト。ケルト。やかん。沸騰したらそこで終わり。え、本当は何？え？ケトル。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 なんか呪文みたいになっちゃったね。ケルト。やかん。ケトル。でも、あえてケルトでもらっていいですか？ケルトでもらっていいですか？じゃあ男が。ケルト、やかんでいいですか？ね、こういうふうに、少し、ずっと一緒だよ、一年は湯で付き合ってられるっていう男は、男がずっと一緒だよ、一年は湯で付き合ってられるという理由は、ケルト。やかん。ケトじゃないんでしょ、なんだっけ。ケトル。全然覚えられないじゃん。恥ずかしいわ。たまにあるわ、こういうの俺。でも横尾さん、来週行っても同じくケルトって言ってますね。いや、面白かったなぁ。ケルトね。恥ずかしい。はい、もう一個参りましょうね。ケルト。やかん。やめて。やめて。それから、ラブレターを。なんだっけ、俺は間違ってたんでね。ラブレーターと思ってたんだよね、俺。ああ、言ってたなんかあれ。ターミネーターだと思って。ラブレーターって言ってる。そうそうそう。さあ、奈々さん、18歳、神奈川県ですね。クラスに必ずいる腰パンしている男子は何のためですか？ズボンの裾のとこが全て穴が開いちゃってる人もいます。正直、かっこ悪いです。男子が腰パンをしたくなる気持ちを教えてください。ああ。いや、まあね。いや、これはちょっとあるよね。ある。やってなかった。やってた。で、なんかさ、上履きのかかとを踏んで。うん。ダボダボ。革靴も踏んでた。ローファーとかも踏んで。
中学校やってたな。なんかピチって着るのがダサいっていう風潮あったよね。あった。大人になってからピチッと着てる方がかっこいいんだろうなって気づくけど、うん。高校厳しかったからやってなかったけどな。あともうなんか腰パンしすぎてパンツもう全部出てる人いなかった。いた。腰というか腿で履いてる人いなかった。だから要はなんかボンタンでいうどれだけ太いかっていうので、俺らの世代はどれだけ腰で履けるかっていう、下で履けるかっていうなんかやってた。かっこよさだよね、多分。うんうん、あったよね。それに対してさ、ベルトも結構大事なんだよね。いや、俺それで言うと、例えばじゃあ女性はなんでミニスカートどんどん上げるんですか？あ、そう、多分一緒だと思うよ。男性は賛成よ。そこは賛成じゃん？いや、そうそう。え、もっと上げろっていう、ね、なるけども。だから男も女性もパンツ見せたい感じなんじゃないの？あとやっぱ際どい感じ好きなんじゃん。うん、見えそうで見えない。だって青春の時でしょ、思春期だから余計そうなんじゃない、うん、でも横さん今俺ゴール、あの答え出た気がしますよ。何何あの男がなんかその腰パンしちゃう理由はパンツを見せたい見せたいそれですか。で横さん今日調子いいですね。じゃあ行きましょうか。男が腰パンしてしまう理由はパンツを見せたい。ちょっとさっさ笑っちゃったじゃん。言うから先に。もう一回、キュートやかんって言うから。パンツを見せたい。まず見せたいね。ちょっとごめんなさい。今、ちょっと、なんかもうそういう時期なんじゃないの、うん、もう。なんだろうね、あれって。パンツは、そうなん、女性と一緒でしょ。うん。うん、セクシーさだよ。パンツをあげるっていう。うん。セクシーサンキュー。ごめんなさい。ごめんなさい。セクシーゾーンさん、ごめんなさい。最近多いじゃん。人のを勝手に使うってどういう気持ちなの？かっこよくね。あ、憧れて。憧れ。あ、憧れてんのか。なんか、そういうの作れば、作れば。ケント君。あ、さっきあったじゃん。ケルト、やかん。あ、どこで使うんだ？え、だから俺はテンション沸騰してるぞみたいな時に、ケルト、やかん。今俺の気分は、ケルト、やかん。セクシーケルトでもあるし。セクシー、セクシーゾーンの。キスマイケルトでもあるし。あの、ケルトです。検索しても、やかん出てこないからね。ケトルですよ。覚えた。こうやって覚えたね。ああ、なるほど。はい。お坊さん今日キレキレでしたね。さあ、ということで、あなたが思う男の疑問ですね。あなたが疑問に思う男の行動を書いて送ってください。受付メールアドレスは、kmf@allnightnippon.com。kmf@allnightnippon.com。たくさんのメールをお待ちしております。さあ、ここで一曲お送りしましょう。これ、懐かしいね。お、2006年だって。13年前。そんな経つんだよね。ねえ、湘南の風さんで10年間。高さんがこれずっと歌ってましたね。はい。歌詞みんなでもほとんど歌えてましたね、これね。よく歌ってましたね、からこれ。うん。これをね、流したかった。このまま、かぶせた感じで。愛に、愛に行くよ。愛に、えぇーって。あ、違った。ない、愛。20年間ですね。湘南の風さん。Kiss my foot too. All night. Nippon. Premium.さあ、いつもならね、ここでお別れとかね、なってるでしょう。9時50分まで、今日はやらせていただきたいと思います。はい、来てますよ。メール紹介しますね。16歳、萌えさん、大阪ですね。ケルト、夜間で、ふるさと超えましたね。ケトルね。あ、ケトルね。思いました。横尾さんが昔ね、なんで女性は、うん、あ、男性は胸ばっか見るのかと。それは、ふるさとだからだよ。おかしいましたけど、それをね、ちょっと超えられなかったんですが、横尾さん、今日は蹴ると、やかんね、ふるさとということはできます、ね。言い間違い恥ずかしい。さあ、あきこさんですね。給食の話で盛り上がっていらっしゃるので、たまらずメールしてしまいました。私は小学校で教員をしています。毎日給食です。ちなみに今日は、ハニートーストと野菜チップス、ポトフでした。おしゃれ。おしゃれだね。今はソフト麺は出ませんね。揚げパンはきな粉の時とココアの時があります。飲み物は相変わらず基本牛乳です。たまにジュースが出ます。クリスマスはチキンが出ます。おかわりじゃんけんは白熱します。でも好き嫌いせず子供たちに食べさせるのは大変です。でも毎日楽しいです。これからも応援しています。頑張ってください。へえ、今、何野菜チップスなんて最近出てきたんじゃないの？おしゃれ。チップス
って。出なかったな。出なかった。出ないよね。うん。最初チップスにした人すげえなって思った。すごいよね。うん。ハニートーストもなかったね。ねえ、美味しそう。なんだポトフって。スープ。ポトフ、いいね、ポトフってコンソメのなんかジャガイモとか人参とか入ってるやつ？うん、とかトマトのもあるよね。トマトのポトフ。うん、やっぱ栄養でも考えてくれてるもんね。ねえ、栄養士さんが、うん。うん。ポトフなんて絶対出なかったよ。最近だよ、ポトフなんて。美味しいな。僕らの時は野菜スープとかスープって言い方だよね、多分ポトフって。あ、確かにね。あ、思い出した。はあはあ、何ですか、そのグーは何ですか。いや、俺好きだったの思い出した一番。何ですか。シチュー。ああ。いいね。シチューうまくなかった、めっちゃ。人気だったわ。で、あのさ、パンとかさ、もう味ないじゃん、なんか普通のパンだから。コッペパンね。そう、それをさ、シチューにつけて食べるのよ。ちょっとしたしたし、懐かしいな。食べ終わった後にね、こう吹いて。そう、あれ好きだったなぁ、ね。あー、これで今やっと思い出せましたよ。うん。なるほどな、懐かしい話いっぱいあるな。出てきますね、いっぱい。はい、まだまだ受け付けておりますのでね。はい。よろしくお願いします。はい、受付メールアドレスはこちら、kmf@allnightnippon.com。kmf@allnightnippon.com。その他質問、ラジオを聞いての素直な感想をお待ちしております。さあ、この後9時50分まで続きます。お願いします。Night Nippon Premium。 さあ時刻は夜8時半になりました。キスマイフット2です、なんと今夜はここからあと1時間20分のロングなお付き合いとなっていきますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ北山と横尾と藤ヶ谷です。はい、この3人でお送りしたいと思います。お願いします。なんか千賀さんはここで待機、いつもね、この間来た時に今日ずっと待機してるからみたいなこと、はい、言ってたんですけども、電話どうしますか？なんか、なんならかけてきてもいいよって言ったんですけど。まあ、ラジオ聞いててくれたら、電話してくれたら嬉しいかなと。聞いてんのかな、今ね。まあ、千賀さん、電話してください。待ってます。待ってます。さあ、今夜はスペシャルなこんな企画をずっとお送りしています。君を大好きだ。ほんといくつもパターン持ってますね。ありがとうございます。リスナーの君を大好きな僕たちキツネ鉄があなたの相談や依頼に答えていくスペシャル企画です。メールを紹介しましょう。スイスに住む日本人とスイス人のハーフの息子9歳が北山くんのファンです。母は玉森くんのファンです。こちらは実は8時間遅れなので、通常の放送の時間は学校に行っており、家にいませんが、今日はすでに学校から帰ってきています。先ほどの放送で小さなお子さんがキスマイのメンバーと会話しているのを聞いて、北山くんと話したいと申しております。去年の夏コンサートに初めて行ったことを伝えたいそうです。たどたどしい日本語ではありますが、もしよろしければお電話いただけたらとても嬉しいです。これは電話しましょう。ね、痛いね。ちょっと行こうか、これ、はい、スイスと国境を越えて、すごいね。うん。行ってみましょう、これ。電話してみましょうか。もしもし。もしもし。あ、どうも、はじめまして。こんばんは。はい。キスマイトツの、はい。キスマイトツの北山と、横尾と、藤ヶ谷と申します。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、なんか、え、スイスからですか？はい、そうです。こんばんはって言ってくれましたけど、スイスは今何時になるんですか？今は、12時。半ぐらいですかね。はい。お昼休みです。お昼ですか？はい。お昼だ、はい。へぇー。なんか全然信じられないスイスの人と、スイスで電話してんのね。スイス、ちょっとなんかいろいろ質問いいですか？あ、はい、もちろんです。やっぱ時計ってすごいんですか？あ、ごめんなさい。ん？時計です、時計。時計って、はい、時計、はい。結構有名じゃないですか。はい、そうですね。実際そこに住んでても、はい。なんかそのすごい時計みたいなのあったりとかするんですか？街中とか、例えば。あ、そうですね。ベルンの有名な時計台があって、そういう、観光の、素敵な時計とか、あと、私が住んでるところだと、その地域の有名な、その、クラシックな、壁掛けの時計が あるお家がとても多いです。やっぱそうなんだ。今の時計台、はい、多分バラ園の近くですね。合ってますか？そうですね。あ、バラ園よくご存知。クマ園とかありますよね。はい、ほら、はい、意外に知ってる、はい、スイスワイン美味しいんですよね。あ、美味しいです。よくご存知ですね。あんまり、はい、手に入らないんですけども。そうなんですよ。日本ではあんまり手に入らないんですけどね。さすが横尾さんの手に入らない、はい、すごいな。やっぱキャンプとか皆さんするんですか？全然グイグイ行くよ。
キャンプとか。え、ごめんなさい。ちょっと一個静かにしてもらえる？ごめんなさい。キャンプってよくするんですか？アイガーのふもととかで。するイメージがあるんですか？あ、キャンプ。うちは、キャンプはしないんですけども、アイガーのふもとに、シャレーって言って山小屋があるので、そこに行ってハイキングいっぱいします。ハイキングとか、スキーとか。詳しいね。はい、ちょっと旅番組で見ました。情報を全部出したのね。しました。どうですか？食はどうですか？食は。食は、もうとにかく、素材が美味しいものが多くて、特に乳製品が、とても美味しいので、チーズとか、牛乳とか、バターとか、すごく美味しいです。あと、ソーセージもとっても美味しいです。ああ、いいね。ああ、確かにな、はい、いいね。どうですか？日本とスイスだったら。はい、どっちの方がやっぱいいみたいなのありますよ。あ、私はもうとにかくキスマイのコンサートに行きたいので日本がいいんですけど、はい、でも子供を育てる環境とかはスイスはとっても気に入ってます。自然がたくさんあって、はい、ゆったりしてるので、いい、ね、とても過ごしやすい環境です。教育とかはどうなんですか、そちらの。日本よりも学校とかもとってもなんか緩いんですね。なんか息子とか、なんかポケモンカード持ってったりとか、おやつ持ってったりとか学校にしてて、あとワイン畑の中をこう歩きながら学校に行ってるので、マジで超大じゃん。はい、ゆったりした環境で、はい、のんびり育っていってます。もうハイジーのイメージでいいってことですね。あるってことですね。はい、そうですね、はい、もう本当そのままですか？だってハイジーのあれですよね、モデルになったお国ですもんね、スイス。そうですね、マイエンシェルトという、そこはもっとスイスの発祥の土地と言われているグリゾンというところなんですけど、そことか、うちはちょっと遠いんですけれども、そこら辺に私キャンプカー借りて、キャンプに行くこと、行ったことがあるんですけども、本当そのままのアニメのままの世界がそこにありました。へー、あれ横田のヒヒの歌ですか？ヨレヨレヨヒヒですか？何ですか？ヨーリヨーリヨーヒヒヒ。あ、そうそうそう、ハイジ。ハイジだっけ？ハイ、あれハイジじゃなかった？ヨーレレ、ヨーヒヒヒヒ。じゃあ息子が喋りたいんだって、北山くんとか、ね。あ、ね、コンサートにもね、なんか来てくださって。息子はこの間初めてコンサートに、それまでは特攻の花火がちょっと怖くて、はあはあ、でもこの間防音のヘッドフォンを買ったので初めてこの間行くことができました。そっか、ちょっと音が大きすぎて、はい、なるほど、はい、うん、じゃあちょっとお子さんね、え、お名前は、はい、ノアと申します。ノアさん、ノア君、はい、え、じゃあちょっと、はい、変わってみますか。はい、よろしくお願いします。こんにちは。もしもし。こんにちは。あ、ピコ。こんにちは。こんにちは。あ、キスマイウッド2の北山と、横尾と、藤ヶ谷です。ノアくん？はい。ノアくん？何？コンサート来てくれたの？夏。キスマイの。来たよ。どうだった？楽しかった。嬉しいね。かっこよかった？うん。もしもし？かっこよかった。ありがとう。いつでも来ていいんだよ。うん。また来てくれる？それ、コンサートやったら。また行く。また行く。嬉しいね。そうかそうか。どう、ノア君は、どう、スイスは。楽しい？日本とスイスどっちが好き？わかんない。わかんないか。わかんないよね。わかんないか、全然わかんないか。ね、僕今北山なんですけど。うん。ファンなの？ノア君、僕のファンでいてくれてんの？そう、そうだよ。どんなとこが好き？え？どんなとこが好き？
とかも上手で、めっちゃ歌も。ノア君？もしもし。え、何？どんなとこが好きなの？ダンスが、上手で、歌も上手だから。わ、ダンス上手、歌も上手だから。嬉しいね。ありがとうね、ノア君。なんかさ、今さ、せっかくだからさ、なんか質問とかある？聞いてみたいこと。藤ヶ谷と横と北山がいるよ。あるかな？ないかな？なんもないかな？ん？何？一回スイスに来るかっていうか。スイスに来てください。スイスに、うん、確かに行ったことないね。行きたい。え、そしたらさ、道とか案内してくれる？うん。ノア君。いいよ。おー、うん、ヤフオクだ。ねえ、美味しいご飯とかいっぱい紹介してくれる？いいよ。あー、かわいいね。かわいいな。じゃあスイスね、行けるように俺も頑張るね。うん。うん。またコンサート遊び来てね。うん。うん。じゃあお母さんに代わってもらっていい？はい、いいよ。いいよって。もしもし。あ、もしもし。すみません、なんか。いや、全然大丈夫ですよ。なんか日本語と、あの、はい、なんかスイス語？英語？あ、何語ですか？普段はフランス語で話してます。フランス語？はい。ちょっとフランス語はできませんね。フランスはできないですよね。メルシーですか？メルシーの。あ、メルシーですね。はい。メッシー。発音がいい。発音がいい。あ、私も発音あんまりあれなんですけど。メッシー。日本に結構帰ってきたりするんですか？そうですね。去年は4回帰りました。へー。飛行機何時間ぐらいなんですか？12時間ぐらいです。12時間。12時間は結構ね、まあ、長旅か。でもね。結構長旅ですね。乗り換えるとかだともっとかかります。はい、あー、でもコンサートそれで来てくださってるんですか。本当ありがとうございます。ありがとうございます。いえ、こちらこそ、ね。いつもありがとうございます。元気をもらってます。いえ、本当にありがとうございます、ね。そういう言葉が嬉しいね。はい、ありがとうございます。はい、なんかまた、またね、ぜひとも、はい、来てくださいね。はい、ある時だったら。はい、お母さんに気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼いたします。失礼します。やばいね、これ国境越えたね。すごいね。嬉しいですね、ライブを見に来てくれるね。そうだよね、スイーツから12時間、片道12時間かけて、うん、もちろんその日本のね、いろんなとこから来てくれるのも嬉しいけどね、うん、飛行機に乗って12時間かけてってね。スイス人の方と結婚しただね。はい、うん、いやニューシングル出ましたよって言っとけばよかったですね。もう分かって買ってくれてるのかな。いや、まあ、とりあえず買えるのかな。ネットじゃないのかな。いるのかな。もうね、配信とか ABEX さんのサイト届くんじゃないですかね。でもなんかいいね、そのネット繋がってると、うん、そういう情報もさ、うんね、キャッチしてくれるからね。嬉しいですね。嬉しいですね。さあ、こんな感じで僕らキスマイトツに依頼したいこと、相談したいこと、もっともっと送ってください。受付メールアドレスは、kmf@allnightnippon.com。kmf@allnightnippon.com。たくさんのメールをお待ちしております。一旦CM 振ります。ネパン、ネパン、ネパン。プレミアム。さあ、このお時間で一部の放送局でお聞きのあなたとはお別れになってしまいますね。先ほどちょっとスカートの話をしましたが、ミーナさんから来ております。なぜ女子はどんどんスカートが短くなるのかと話されていましたが、スカートの丈が足を長く見せられるからなのも理由だと思いますよ。膝下よりも上の方がスタイルもよく見えると言いますし。なるほどね。なるほどね、見た目のね。うん、じゃあ男はなぜ下げるんだってなるよね。確かに。逆にスタイルを隠しているんでしょうね。だからこれさ、相乗効果よね。相乗効果、これは。はい。足長く見えるし、うん、
だから男逆じゃない？短く見せといて長いっていう。そうそうそう。ギャップだよね。だから体育の時に体操着着替えた時にも本当は俺長いんだぜっていうギャップで。いや腰パンしてるやつそのハーパンぐっと上げないじゃん。ジャージも腰で巻く。巻くか。そっかそっか。はい、ジュナヤさん、マリコさん。藤ヶ谷さん、ちょうどいいスカートの長さってどれぐらいですか？私の学校の女子のスカートはほぼ膝上の人ばかりね。まあ、膝上でも全然いいですね。ちょうどいいって言われると分かんないけど、やっぱ見えるか見えないかはやっぱ男性が求めたくなるところじゃないですか。わかめちゃんはわかめちゃん見えてるよ。あれは NG。 わかめちゃんもう出てるからね、あれね。あれね、俺見えちゃうのちょっと違うのね。見えるか見えないかぐらいがいいんだ、うん、そうだね。なんかちょっと俺今日変だな。すげえ見たい見たいみたいな。いや、玉森裕太と仲やってからちょっと出してます。いや確かに2人でよく話したのが、あれをきっかけに、あ、俺ら結構あそこまで OK だったっぽい。まだ今のところ怒られてないです。で、あれは2018年の出来事ですから、2019年になってから怒るのはなしだよね、もうね。リセットされてるからね。うんうん、俺最近結構飛ばしてるぜ。飛ばしてると思う。あ、いろんなところに飛ばしてると思う。まあだから、その、だから、覗いたりとかするのはもうなしよ。それはもうないけど。違いますからね。あ、それ見に行くの、ね、そうそう、これはもう最低じゃん。うん、もうそれは犯罪ですから。うん、ただ、その、なんだろう。不意にその見えたらラッキー風が吹いてね。そう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 、ラッキーぐらいは、うん、なるほどね。藤川さんいいですね、飛ばしますね。あとチーフがもらってきた、チーフが飛ばしてから、今年は飛ばしてる、ね、いや、その飛ばしてる藤川さんまだあと1時間ぐらい、うん、今日は、ま、飛ばし続けるな。まあでもね、一部の地域の方とはお別れということでね、はい、来週もよろしくお願いします。さあ、日本放送を、ね、お聞きの方は西川貴教さんのちょこっとナイト日本が始まるということでございますので、ね、はい、この後再び9時から僕たちキスナイトツーがお送りします。はい、All night, all night, all night. Kiss my foot, Nippon, Nippon. Kiss my foot, all night, Nippon Premium, Premium. All night, Nippon Premium.2019年2月8日金曜日、時刻は夜9時になりました。キスマイフット2です。日本放送では夜6時からお送りしています。この後9時50分までお送りします。今夜のメンバーは北山と、横と、藤ヶ谷です。はい、よろしくお願いします。お願いします。未知の領域ですね。はい、楽しくなりますね。どうなっていくんでしょうか。今日は藤ヶ谷さんだいぶエンジンかかってますね。まあでもまだ9時台ですからね。本当はやっぱ25時ぐらいあたりがもう一番ベストですけど。いや、結構バンバン出てましたよ。結構出だす7時台から出てますね。大変申し訳ございません。はい、ということで先週もね、ちょっと少しは触れましたけども、はい、ジャニーズの先輩嵐のみんなから大きな発表があったということで、はい、それぞれがセレクトする嵐の曲をかけていこうということでございます。先週は千賀がハピネスを書きました。この時間はちょっと藤ヶ谷さんにちょっとね、気になる曲をやってほしいなと思うんですけど、はい、藤ヶ谷もね、一緒に、嵐のライブ出たんでしょ。バックは本当長くつかせていただいてたので、なんかやっぱ青春ですね。本当に。俺は多分、あれだよね、藤ヶ谷の方が嵐のバックつくの早かったよね。長かったですね。俺途中から入ってきた人だって。多分宮田さんとかと一緒に。うん。うんうん。だから俺はその前から、いたから。え、どこから出てたの？ね。多分俺、ハウズ・イット・コインから出てる。あ、ヒュイ・ゴーとかかな。あ、あったなぁ。うんうんうん。うんうんうん。いや、あの T シャツまだ持ってるわ、ヒュイ・ゴーの T シャツ。ほんと？うん。なんか、終わった後も寂しくて、うん。なんか寝巻きとかって着てたもん。うん、寂しいの、寝巻きいっちゃうんすね。うん。いや、なんか。それこそさ、ライブ終わって寂しくて泣いてるシーンとかあったよね。あ、なんかね、うん、今思うとちょっと懐かしいけど。桜井くんか。そうそう、翔くんが抱きしめてくれたんだけど、うん、なんか俺は別になんだろう、ただのまあバックだったけど、そのまあツアー全国ずっと回って最後になんかこう嵐のファンの皆さんがこう後ろのバックのジュニアにまでこうありがとうっていうのを言ってくれてたのにすごく感動して。優しいですね。そうで、それを見てなんか翔くんが。もうお前大変だったなぁ、つって、抱きしめてくれたのがね、なんか、懐かしいな。へぇー、うん。なんか、あれだよね、メンバーとか仲良かったりするの？あ、まぁ、兄貴会っていうのありますから、翔くん筆頭に。千賀健人も入ってる。うん、うちで言うと千賀健人もそうですし、だから順番に言うと、まず、カトゥーンの上田くん、マス。うん、マスもいるね。ニュースマス。で、あと俺と、千賀さんもそうでしょ。セクシーゾーン。ジャニーズ、あ、そう、フーマンもいて、あと中間淳太。
あー、純太君。そう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 。俺さ、意外だったのが、その回のね、あの、メンツ聞くじゃない、並び。うんうん、はい。上田君って、そういうの属するんだと思ったんだよね。うん、あの、初めてじゃないですか、そう考えると。だからテレビとかですごいじゃないですか、翔くんの愛が、うん、なんか素敵な関係だなってすごい、だからちょっと多分翔くんの弟と風磨が多分同い年ぐらいなのかな、うん、だから翔くんからしたら、あの要は風磨は弟みたいな感じで、うん、結構、まあ、距離が近いというか、曲も書いてるね、お父さん。あ、まあ、そうそう、そういうのもあってちょっと距離が近いんだけど、そういうなんかちょっと慣れ慣れしい感じで会話とかすると、上田くんがおてめえこの野郎って先輩だろうっていく、そうそう、おめえマジで舐めてんじゃねえぞみたいな感じにもなったりとかして、ね、うん、でもなんかお前可愛いやつだなみたいな感じでまとまって、上田くんはちょっとじゃあ翔くんの SP みたいなことなの。いやいや本当そうだと思う、もう兄貴が言うんだったら何でも行きますわっていうだってボクシングとかもやってるからさ、はい、そうそう、怒らせたらさ、相当強いですからね。VS 嵐の番組、あ、そうだね、見た時とか面白いもんね、うんうん、2人の関係、ね、何の話すの、何か。いやー、何話す、まあ、お互いのグループの話もそうだし、うん、あとなんか俺が言ったのは、ちょっと今度ディズニーで行きたいですね、このメンバーでみたいないや無理だろうって言ったけど、いや兄貴絶対行きますよってアフターシックス行きましょうって、それ回しといてよ、なんか、そうで見てみたい、ちょっと今ね動きそうになってた、あの去年ね、去年あの食事、みんなで、まあもちろん翔くんにごちそうになって、うんうん、結構、うん、みんなでやってるこうメールのグループがあって、へ、うん、なんか結構動きますよ。そうなんだ、うん、最近も連絡しましたし。何食べんのそのメンツで。いや、うなぎをねごちそうになりましたね。うなぎか、焼肉とかじゃないんだ、うなぎ、うなぎでした。おしゃれ、ね、おしゃれだよね、なんかそこ、うなぎなの。いや、なんか後輩と飯行くイコール焼肉っていうのはもちろんそれはそれで、まあ、ありじゃない、うん、でもうなぎって大人って思った。じゃ後輩たちに大人の世界とか教えてるんでしょうね。いや、そうだと思う、本当に。へえ、ちょっとお酒とか飲みながら。そうそう、みんな飲みながら、なんか、うん、そうだね、何の話してるかな、まあ、いろんな話してる。でも、だから逆に言うと、そのたくさんの人数がいるから、うん、あの個人個人の話はそんなないかな。うん、例えば俺バッグついててどうのこうの、あの時こう思いましたみたいのはないかな、うん、でもね一回ね、いつだっけな、だから初めてお世話になっバッグ使わせていただいてから、その翔くんと喋りたいなと思って、なんか、テレビ局でお会いしたのかな、うん、でその時に番号を交換して、だから初めてご飯話したいなって思ってから10年後に翔くんと2人でご飯食べた時があったの。2人でおう、なんか嬉しかったな。いや実はこう思ってましたとか、うん、10年間の間にこんな風に考えが変わりましたとか、あの、うん、結構いろいろ赤裸々に話したかな。へ、うん、ね、それ兄貴会、兄貴会、うんうん、兄貴会に入るには何の条件が必要なの。いや、まず翔くんを愛してるかどうかっていうところがマジで、いやもうマジでマジで重要で、いやそこにジャッジに上田くんが入っていくんだ。うん、多分普通に多分ワンツーいかれんじゃないの、あの軽い気持ちで入ったらね、あ、ジャブストレートね。そうそう、だからうちで言うとやっぱなんか不思議ですよね、やっぱ千賀も入ってますから。確かに、珍しいよね、その憧れな先輩がこう可愛がってくれるじゃないですか。その時に同じグループの子が一緒にいるっていう。確かにね。一人ずつだったりしない？うんうん。なんか気づいたら、ね。二人だったかな。でも俺は別に言いやすいし、うん、ケンちゃんは。なんでこのグループができたんだろうな。もともと？もともと。なんか、うん、いや、翔くんはその、なんか兄貴会とか兄貴って呼ばれること、その会を作るとか、なんか軍団みたいなやっぱすごい嫌がってたの。うん、いや、なんかそんな雰囲気あるわ。はい、それは、うん、ないって言って、でも、いや、兄貴、ちょっとこのグループでとかって、俺らはみんなで押して、なんか兄貴会みたいな。え、そもそも、こういう時では、翔くんだったり、桜井くんって言ってるじゃん。うん。そのプライベートで、兄貴会やってる時、兄貴って呼んでる。みんな兄貴。へぇー。で、なんか、あの、まあ、いいんですよ。バラエティだからあれですけど、なんか、兄貴会っていうのは、なんかちょっといじられてる時あったの。なんでその兄貴会ってみたいな。うん。多分だからそこのメンツに属してる俺らは、うん、いやどこいじってんだよっていう気持ちにちょっとあるよ、ね、なるぐらいな、うんうん、愛を持ってる。ああ、そう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 、へえ、面白いな。なんかいろいろそういうエピソードなんか続けてったらね、いやあるよね、本当に青春だったからね。もちろんあの
いっぱいこう学ばせてもらったこともあるし、もちろん怒られたこともすごくあるし、だからラップとか憧れてたもんね。ああ、そういうのもあったね、翔くんの影響で。誰が入りたがってんの、今。いやいや、え、いや、そういう情がない。聞いてない。オーディション、オーディション。そういうのないな、あの、ちょっとうちのメンバー誰が入りたいですみたいなのは確かにないな。だってご本人にはさ、やっぱ会える日がないじゃん、機会がそんなないの。うんうんうん。どこを伝っていくの、それこそアイドル日、ウィンカップとか。伝言版で入ったりみたいなことを。だから、あの、要はできたばっかりじゃん、兄貴会って。だから多分、あ、こういうのあるんだって入りたいって思ってる子たちが多分、今いるじゃん。だから多分、その子たちがいろんな手法を使って多分、うん、近づいてくるのを、うん、多分、上田くんがジャッジしてくれるんじゃないか。うん、でも、そういう人大事だと思いますよ。上田くんみたいな。そう、だから多分、結局、なーなーで大人数みたいなのは多分好まないから、翔くん自体も。うん、なるほどね。うん。なんかそんなようなね。そうか、なんか、想像がつかないよね。素敵な回ですね。うん、思い出も多いわけだね。多いですね。うん、本当に多いな。好きな曲とかも多いんじゃないの？迷ったよ、これ。そうだろうね。ね、迷ったよ。流していこうかな、なんて。うん。うん。でも絞りました。絞りました。はい、行きましょうか。いいですか？じゃあ、嵐さんで、きっと大丈夫。さあ、嵐さんできっと大丈夫でございました。いやー、懐かしいね。いい歌だ。ラップかっこいいね。かっこいいね、翔くんね。ドアウタマと。これ踊れるね。踊れるね。くじはまだ全然踊れるね。全然踊れる。踊ってましたもんね。横尾さん踊ってたじゃないですか。はい。あの、振り違いましたよ。僕だって。まあ、ああいうの結構厳しいんで。ごめんなさい。はい、お願いしますよ。はい。兄貴に作られるから、ね。もうすぐ上田くんいますんで。はい、すぐワンツーいきますからね。はい、ワンツーで終わればいいですからね。さあ、まだまだ続きますよ。9時50分までです。今日は9時50分までの生放送 All Night Nippon Premium。 さあ、今日はね、ちょっと嵐さんについて話してきていますけど、はい、感想を聞いています。ブリーさん、うなぎ、渋い、兄貴会、謎の世界観ですね。確かにね、渋いよね、本当。いやでもね、本当になんかもちろんザックバラの話もするし、うん、でもなんかこう翔くんの言葉聞いてるだけでやっぱものすごいやっぱ賢いじゃない、うん、だからやっぱ綺麗、日本語がものすごく綺麗で、うんうん、うん、すごく、あ、いいなって、なんか素敵な大人になりたいなと思うわ。まあ言葉遣いとかね、やっぱアナウンサーとかやってるからね。うん、昔から ね、あの、綺麗な言葉を使われていたという話をね、はい、聞いていますけど。さあ、その中でうずきさん、17歳。アニッカイで藤ヶ谷くんと千賀くんはどんな立ち位置にいるのでしょうか。気になります。そうね、気になるわ。立ち位置難しいね。いや、でも意識したことないな。千賀が一番下なの？風磨か。でも風磨の方が多分仲いいんだよね。もう多分。ああ、学校がね。うんうん。だから、俺は多分個人で思ってるのは、あ、上田くん切れたら止めなきゃな。あ年齢で言うと翔くん、上田くん、俺だから。うん、多分、上田くんが行った時は、俺がやっぱ、翔くんより前に止めなきゃいけないんだろうな、とか思って。せんちゃん、何してるかな？今の悩み聞いてるとさ、うん、あの、兄貴会でさ、うん、上田くんが行った場合、俺が止めるって、うんうん、もうなんか、なんだろう、ピースな会じゃなくてさ、組みよ。いや、ほんとピースな会よ。ピースな会。だから、そうなるとやっぱせんちゃんは、やられそうになったら風磨の方に入んなきゃいけないんだよ。ああ、なるほどね。うん。なるほど、そうか。そうなると、純太は、一人だけ関西だね。そうだね。純太のイメージ。純太のイメージ。で、俺もだから、純太ともその兄貴会でしかまあ会ってちゃんと喋ったことないのよ。あ、だから、そうなんだ。そういう会ってやっぱ貴重かも。普段やっぱ仕事でなかなか、会わないメンツが集まるわけだから。そうだよね。うんうん。どんな話してんだろうな。立ち位置大変だね。翔くんのさ、兄貴会以外に、その他の嵐さんの4人の方、そういうのあるのかな。いや、わかんない。それも、あの、本人もわかんないですよ。うん。うちらもわかんないじゃん。メンバーがどういう後輩と遊んでるか。うちであとは二階堂の二二階と、二二階。千賀の千賀軍団。千賀軍団。二名しかいない。二二階トラビスジャパンだ。千賀軍団、二つともわかんないって、千賀軍団。千賀が後輩を連れて、スノーマンの渡辺翔太後輩。俺ね、一回で街で会ったことあるのよ。はい。おあのね、千賀健人を筆頭にこう、ショットガンみたいな感じに並んでた。俺も見たさ。要は V の字で街歩いてるのよ。千賀健人を先頭のトップにいて。なんか、漫画でいうクローズみたいな感じ、ね。いや、そう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 。俺もね、昔発見したのよ。
原宿で、その時学校の仲間だったかな。あ、学校だったのね。ね、千賀がやっぱ真ん中にいて、うんうん、その時もショットガン組んでました。好きだな、ショットガン。V 字のトップ好きだな。ショットガンが V 字になってて、千賀がトップにいて、三角みたいになって歩いてんだな。あ、そうそうそう。なんか今恥ずかしいなって千賀さん聞いてて思ってた。お電話ください。そうだよね。なんか、はい。あ、ともこさんね、19歳。千賀くん、電話してきてください。来てほしいね。聞いてるかな、千ちゃん。なんだろうね、ショットガンの話してるんだけどな。アニキカのポジションの話もちょっと一回しっかりするわ。うん、ちょっとね。役割のね。そうそう、アニキを守るっていう意味でも。さあ、横尾さんの曲じゃあ行きましょうかね。はい、僕が選んだのはですね、僕が初めてドラマに出演したフリーター家を買うの主題歌でした。嵐さんで、果てない空。お送りした曲は嵐さんで、果てない空でした。俺もナイスチョイス。感動する。思い出す。ね、お父さんも二宮さんと一緒に出てくる。はい、大変お世話になります。ショコスケさん、26歳。フリーター家を買う。見てました。横尾さんのセリフでクーリングオフっていうとこがあったんですが、リアルに聞き取れませんでした。今なら言えるんじゃないですか。クーリングオフ。おぉ。いや、もう緊張していいね。何年の時を経てなんだろうね。あの時、その時オンエアの時思ったんだけど、聞こえねえな。うん、親とか言われたら、あんた何言ってるか分かんない。なんかタクシーが降りてくるしなってね。あった。ね。うん、見た見た。女性の方と。うん。まだ一緒にいたみたいな。なんかね。それすらも聞き取れなかったよ。なんかもごもご言ってんだって。タクシー降りて、申し訳ない。もごもごって。ほんと申し訳ないと思いました。聞き取れないって思いました。お父さんも関節良くなってるんですね。今日は9時50分までの生放送 All Night Nippon Premium。 いい曲でね、ドラマのことも思い出せるような曲でしたけども、優しかったな。あれね、俺ね、そういえば嵐さんって言った俺先日あの松本くんとちょっと一緒に飲んだんだよね、うん、はい、あ、そうなの？ご飯？飲み？そう。何喋るの？いや、なんだろう、普通になんだろう、仕事の話だったりとか、うん、そこに、大倉もいて、関ジャニ∞の、そう、そういう話してたよ。なんかいろんな仕事の話だったりとか。で、なんか俺のこと好きに呼んでいいよって言ってくださったんだけど、はい。いや、松本くん、淳くん、うん、MJ の3択だったわけ。無理じゃん、MJ1 個。1個、まず無理じゃん。それは、淳くんが、そうそう。この三つからみたいな感じ。いや、なんか、その、なんでもいいよ、と。それ、大倉が、まあ、関西で、まあ、仲いいからさ。うん、でそれ、なんか、あるよ、いろいろ、みたいな。いや、純くん、ちょっと硬いんじゃない？松本くん、ちょっと硬いんじゃない？俺に、絶対、言わせたいがあるのよ。うん、なるほどね。はいはい、無理っすよ、みたいな。そんなやりとりしてたわ。え、で、結局、なんて呼んだんですか？いや、僕はもう、純くんで行こうかなと、心の中では、決めておりますけど。うん、そうだよね。なんか、いろいろ時計の話したりとか。時計の話かっこいい。そうそうそう。なんかね、絵の話だったりとか。全然追いつけなかったんだけど。うん、でもなんかそういう。美術館とか行ってますよね。なんか行くってね。そう、結構。ルーブルとか行くって聞きますけど。絵が好きだって言ってたかな。うん。うん、そこになぜか、志尊淳君もいて。ダブル淳君。俳優の。そう。その4人で。すごいね。そうなのよ。そんなことがあった。うん。なんか俺も、だからそれこそ、バックついてた頃だから以来ほぼそれぐらいよ。ああ、なるほどね。ちょっとまあ合間なんかみんながいる時に合わせてもらったりとかあったけど、うん、10年、約10年ぐらいで仕事の話とかまあちょっとできるようになったかな。ああ、そうなんです。いいっすね、いろいろ経験させてもらってるんですね。そうそう、なんか今日悩んで、うん、その日たまたまいいなぁいいなって。え、横尾さんでだって大野くんとかになんか連絡してるんでしょ？連絡はさせてもらってます。ただ、そこのなんか接点が分かんないの？どっかとかないの？そう、なんか、まだない。自分が聞いたの？番号教えてくださいって。たまたまお会いする機会がありまして、うん、で、そこで番号を教えてもらって、そこからご飯行きましょうとか、一緒に行こうよって言ってくださるんですけど、うん、このスケジュール的に合わないとか、すごい忙しいじゃないですか。うん、いつ休んでるのっていうイメージが、こっちからもその、しづらいし、でも勇気持って送ったりして、なんか横尾さんが行くイメージあんまないかもな。ガンガン
だからこの人ってなったら行くよね。はい、だから船舶の免許を大学が取った時とかもすぐメールしてとか、自分も取ってすぐメールしてとか、あとマグロ解体の資格を取った時にすぐメールくれて、へえ、じゃあ今度俺の前でさばいてね、俺釣るからとか。あ、いいじゃない。それでいいじゃん。それでいいよ、タッグだね。はい、うん。そうか。くれてますね。二宮くんも、このドラマ終わった後に、ご飯連れてくれて、一回。へえ、はい。意外に繋がりあるんだね。うん。ほんと優しいでしょうね。そうだね。俺、淳くんしかかな。あ、相葉くん。相葉くんと仲良くない？相葉くんとは、何回か。あ、そっか、滝沢くん通してあったかな。うん。でも連絡先とかはなんか交換しようって言って、かれこれ何年経ってんだろう。多分10年ぐらい経っちゃってるかもしれない。ずっと笑顔で挨拶してくれますもんね。そうね。みんなね。まあそんな中ね、ちょっと僕も曲を、はい、悩んだんですが、はい、僕はずっと好きな曲を、はい。ちょっと聴いてもらいたいなと思いますね。アラさんで、ブルー。お送りしたのは嵐さんでブルーでした。ところ今ね、ちょっといい話してる最中に、はい、ゲストの方から、はい、ね、ゲストいらっしゃるんですか。お電話いただいたんで、はい、千賀健人さん。どうも千賀健人です。こんばんは。千賀さん、はい、なんか電話越しですごいハスハス言ってるんですけど、はい、何やってるんですか。今ね、お家まで歩いてるんです。あ、路上ですか、今。今、路上。あ、路上ですか。え、聞いててくれたんですか。いやーね、いい曲ですよね、嵐さんのね、曲で、本当に。あ、じゃあ、かれこれもう6時からやってるんで。3時間50分でしょ、今日。まあ、約4時間ですけど、うんね、さては聞いてなかったな。あ、ごめん、ちょっと、すいません。あ、お久しぶりです。え？どうしたの？すいません、あ、おやすみなさい。え？何なのそれ。ご近所さんに会ったんだ。ちゃんと挨拶するの偉いね。ん？うん、びっくりした。あんま会わないのよ。あ、そうなんだ。なんだけど、今、うん、さっき兄貴会の話してたよ。はいはい。ああ、兄貴会ね。うん、千賀さんも参加して、藤ヶ谷と、で、リスナーの方から、その会だと、どういうポジショニングなんですかっていう話で。ああ、そうなんですね。で、藤ヶ谷は、上田くんが怒ったらそれを止める役目かなと。はい、藤ヶ谷さんのポジションがそこと。まあそこかな、まあ、ね、年齢的にも。え、じゃあせんちゃんが思うさ、うん、自分のポジションはどこだと思う？兄貴会で。兄貴会での自分のポジション？うん。まあかれこれさ、まあ、まあ1年はいかないけどさ、まあ、1年弱、兄貴会結成してから経ってるじゃん。うん。今、模索中だよね。え、なんか、だって、風磨のがなんかいいんでしょ？だって。そうなのよ。うん。あんまりさ、その風磨と兄貴の、その関係性、詳しくわかんないんだけど、うん、風磨にたまに連絡すると、うん、あ、今、兄貴います。飲んでます。みたいな。あ、嫉妬してるのね。俺、小学生からの付き合いなんだけど、みたいな。あ、抜かれたもう。抜かれてんのよ。で、その、慶応っていうつながりだけで、抜かれてんのよ。つながりだいぶ大きいじゃないか。でかいよ、でかいよ。でかいよね、それは。千賀、だって、千賀は小さい頃からの、まあ、一応つながり、なんでしょう、だって。小4だよ。小4。そんな、だって。小4からの付き合いで、そう。何が足んないと思ってんの？何が千賀？風磨にはあって、船外にないものは何だと思ってんの？いや、明確に分かるのは学力だよね。そう、だからポジショニングどうするんですかって。いや、だから、まあ難しいけど、まあ、僕なんかができることなんてね、まあ限られてくるからさ、うん、なんか、兄貴会で、こんなことしましょうよっていう、アイディアを、突然流すキャラ。感じ的な。でも、それって藤ヶ谷はディズニーランドに行こうってもう企画立ててますよね。そのポジショニング的には。うん。だから、それに乗っかって、乗っかって。ディズニーランドの次から、ちょっと僕どんどん。あ、次からだよね。ユニバーサルの方で。そうなんだね。行きましょう。
なるほどな。寒そうですね。大丈夫？めちゃくちゃ今日寒いじゃん。あ、ごめんね。目覚ましになった。ごめん。何？急に今携帯で目覚ましになって何て言ってるか分からなかった。これ。なんだっけ？今この時間に目覚ましかけてんの？そう、アラームをめちゃかけちゃった。何？とんでもない時間にアラームかけてんだけど、それ何のためのアラームだったのそれは？いや、見覚えないのよ。怖いんだよね。怖。怖。不思議ちゃうの。え、どうする？一応50分ぐらいまでやってんだけど、このまま参加する？そうね。しますか？いや、全然。あ、いや、大丈夫です。今、CM ありますんで。ねえ、うん、これ次のコーナー行くね。千賀さん、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう、寒い中。風邪ひかないでよ。うん。千賀の声聞きたいなって、感じたらまた連絡ください。All night Nippon Premium. さあ、キスマイ2のオールナイトニッポンプレミアム、最後はこちらのコーナーです。あなたに代わってありがとう。さあ、このコーナーではね、言えなかったありがとうの気持ちを僕らキスマイ2のメンバーがあなたに代わって大切な人に思いを伝えます。兵庫県、ラジオネーム、ひなみんさん。名前はわからないのですが、10年前、雨の日に出会ったおばあちゃんにありがとうを伝えたいです。進学で地元を離れて見知らぬ土地にやってきた私。寂しがり屋だった私は、地元を離れてしまった寂しさと不安で、駅で人目もはばからず大泣きしてしまいました。追い打ちをかけるように、駅を出ると雨模様。傘は持っておらず、そのままマンションまで帰るつもりだったのですが、見知らぬおばあちゃんが、どこまで？と声をかけてくれました。マンションを指さすと、あれくらいなら、と私を傘に入れてくれました。ボロボロ泣いていて、喋ることもままならない私に、あれやこれや、聞くわけでもなく、そっと隣を歩いてくれたおばあちゃん。優しさにまた涙が溢れてしまいました。声にならない声で、お礼を言うのが精一杯でした。10年経った今でも、あの時の出来事は忘れることはできません。一人暮らしへの不安と寂しさでいっぱいだった当時、おばあちゃんの優しさにとっても助けられたこと、もう一度きちんとありがとうを伝えたいです。どうですか、花見好きですね。この歌もいいですけども、やっぱり、なんだろうね、優しい人っているよね。いますよね。そうだよね。何も聞かず、なんか分かってくれて、隣にそっといてあげるっていう優しさですよね。なかなかだよね、その知らない方をさ、自分の持ってる傘に入れるとかってさ、結構よくよく考えたら難しくない？難しいよね。そうね、だから自分同じこと、おばあちゃんと同じことできるかなと思ってちょっと聞いてたから、10年前だからといってもやっぱりその感覚っていうのはさ、だからなんか分かったんでしょうね、その姿を見て、ね、言葉なくして、感じ取れる人になりたいですよね。そうだよね、そうね。あとこう地元を離れてしまった寂しさと不安でっていうのも、まあ、ストレスというか、なかなかないじゃない、こんな街中で泣くなんて。ないですね、人目をかき乱してしまったりとか、軽くね、思わずにさ。なんか若さとね、おばあ様と、いい話ですね、これは。はい。さあ、ということで、このコーナーでは、あなたが言えなかったありがとうの気持ちをお待ちしております。誰にどんな思いを伝えたいのか書いてください。受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com kmf@allnightnippon.com 件名の欄にありがとうと書いてください。Kiss my foot too All nightさあ、もう一つのオンライン日本プレミアム、そろそろお別れのお時間でございます。早いですね。3時間50分ですか。はい、ね、ちょっと走り抜けてまいりましたけども、さあ、千賀さんね、先ほども参加していただいてありがとうございます。千葉県のりこさん、千賀くんがアラームをかけていたのはきっとラジオに電話するためにセットしたのではないでしょうか。
そうかもしれない。恥ずかしくて、恥ずかしくて言えなかったんじゃない？まあ、なるほどね、そういうところあるじゃん。わかるわかる。だからもし電話が来なくても、エンディングぐらい前ぐらいにちょっとお邪魔しようかな、ね。無事参加していただいて、ね、優しい選手ちょっと寒いですから ね、ちゃんと帰ってみましょうか。石川県ちーさん、30歳、横尾さん、TOKIO。嵐の番組で大野くんが横尾さんとの食事はどこに行ったらいいかわからないとおっしゃってましたね、はい、横尾さんからまた誘ってみてはいかがでしょうか。ぜひ誘わせてもらいます。嬉しい、誘わせていやすごい、でも嬉しかったですよ。すごい髪型ぜひ誘わせて誘わせてもらいます。いやでもすごい嬉しかったですね。まさか自分の名前が出るとは思ってなかったので、うん、でもなんか話して合いそうな気がするな、うん、その後松岡さんとかもそれいいじゃんっていうことを番組で言ってくださってたので、うん、あそうなんだ、はい、うん、電話します。いいね、はい、電話してみてくださいよ。宮城県24歳パセリさん、某雑誌で ABCG の塚田くんが兄貴入会希望だそうですよ。あ、上田くんパンチでしょ、これは多分。もうパンチですか？わからないけど。藤川さん的には？いや、まあ、でもまあ、翔くんが OK だったと俺ら OK だからね。でも VS 嵐さんの番組、つかちゃんと上田くん一緒に共演してましたよ。言われてましたよ。怒られてたよ。怒られてた？うん。お前先輩を舐めんなよ。言われてましたよ。それオンエアに乗るんですね、それね。はい、VS 嵐とかさ、はい、やっぱみんなでさ、なんか、お邪魔あ、でもなんかタイミングいい時に7人で来てくれたら面白いなって言ってくれたよ。おめでとう、うん、なんかそしたらいっぱい爪痕残してた、うん、はい、頑張りたいよね。その神経はいいからな、お勉強させてもらいたい、うん、まあね、そうだね、うん、うん、じゃあ次がさ、スカちゃんはまあちょっとまあ兄貴相談する、兄貴と上田君、上田君相談する検討ですね。なるほどね、もうそうね、お別れのお時間ですよ、はい、うん、いやー今日は3時間50分。いろいろ喋りましたね。うん。うん。走り抜けていきましたけど、たくさん喋りましたね。普段言えないことも言いましたね。ケルトとかね。ケルトとか、ね。ケルトすごかったね。めっちゃ跳ねてたらしいよ。ケルトじゃない、ケトルだよ。ケトルか。間違えてるよ。本当はケトルだ。うわ。その絡みだるー。まあ、生放送だからもう編集もしようがないですよね。そういう人。うん。だるさあ来週は北山玉森二階堂のでお送りします。さあ玉切りもね、もしかしたらあるんじゃないかということを送っていただきたいと思います。で君を大好きで発売となりました、映画トラさんもよろしくお願いいたします。さあキスマイフットのオールナイト日本プレミアム、今夜のお相手はキスマイフット北山ひろみと横尾渡ると藤ヶ谷大輔でした。それではまた来週、バイバーイ、バイバーイ。